いやー今日も盛り上がったな、ライブの神様。いやー疲れたな今日も。よし帰るか。パンクブーブーの黒瀬純だな。はい、何ですか。振り向くな。はい、そのままの体勢で聞け。はい、今50メートル先のビルの屋上からスナイパーがライフルで貴様を狙っている。はあ、死にたくなければ動かないことだ。またまたそんな嘘ばっかり言って。あーはーはー、なんだよ、本当に言ってきた。ちょっと何、あなた一体何なんですか。ファンだ。え、ファン、貴様のファンだ。え、ファンって、あの、何度も同じことを言わせるな。あーすいません、なんだよこの人、ファンじゃないよ、怖いよ、もうなんだよ。ネタってどっちが作ってるんですか。ファンだ。これファンがよく聞いてくる質問だ。答えろ。ああ、はい、あの、相方の佐藤です。そうか。はい、こないだの静岡の営業でやったネタ、あれって新ネタですか。しかもすごい熱烈なファンだ。静岡までついてきてた。答えろ。ああ、はい、あの、はい、新ネタです。そうか。はい、オンエアバトルにはちょくちょく出てるのに、なんでエンタには出ないんですか。テレビもめっちゃチェックしてるよ。答えろ。いや、それは僕に聞いても分かりません。出たかったんですけどね。そうか。はい、あの、僕からも一つ聞いていいですか。いいだろう。なんだ。あの、僕なんで振り向いたらいけないんですかね。他のファンの子に見られるとまずい。え、なんでまずいんですか。ファンの子同士の争いって意外と怖いんですよ。あなたが一番怖いですよ。誰も争わないですって、あなたと。写真を撮ってもいいか。写真ですか。写真だ。ああ、わかりました。はい、え、何これ、どっから撮ってんの。怖い、なんか怖い、なんか怖い、どっから撮った今。え、ツーショットもいいか。ツーショット、わかりました。じゃあ僕そっち行きますね。顔をこちらに向けずにそのまま俺の前を通り過ぎろ。あ、はい、わかりました。自然にだ。あ、はい、わかりました。ツーショットって言うんですかこれ。これでいいんですか。戻れ。はい。あ、写メも撮るんですね。携帯持ってらっしゃるんですね。え、あ、何、何ですかこれ。拾え。はい、ゆっくりとだ。あ、はい。なんだ、鍵だ。新宿西口のコインロッカーのキーだ。え、その中に例の物が入っている。例の物、もしかして拳銃とかコカインとかじゃない。ファンレターだ。ファンレターですか。あと栄養ドリンクも入っている。なんでコインロッカーに入ってるんですか。もうこれ飲んで元気出してくださいね。ありがとうございます。最後に一つ聞いていいですか。いいだろう。なんだ。なんで僕のファンになったんですか。それはこの俺が誰よりも貴様のことを一番よく知っているからだ。え、どういうことです。例えばこんなことも知っている。何ですか。貴様、吉本のプロフィールに身長166センチと書いているが、本当は163センチしかないらしい。ちょっと、なんでそんなこと。すいません、見え張りたかったんです。いつも芸歴4年目ですとか言っているが、本当は9年目らしいな。フレッシュ感を出す作戦までしている。ちょっと待ってくださいよ、それも組織の情報ですか。いや、こんなこと相方しか知るはずがない。待て。あ、もしかしてお前は。待て。待て。お前は相方の。まだ。まだ。今日はいろんな情報を用意してみた。え？え、ちょ、何してるの？貴様。うわ、ちょ、何、何？え、何してる？黙って聞け。貴様は13日に。え、ちょ、何してんの？新宿でコンパをしていたらしいな。いやいや、いや、バキュンじゃないよ、何これ。え、何？何？この日が何の日だったかお前分かっているのか？この日は打ち合わせがあった日なんだ。いや、ちょ、何してんの。お前は39度近く、ね、熱が出ていたはずなんだ。え、ちょ、お前怒られるぞ。何かってやってんの、全国放送だよ。関係ねえ、そんなもん。これはハローケースケさんから聞いたちゃんとした情報だ。もうちょっとダメだって。ちょ、何、これ何なの。ちょっと黙って聞け。お前、そのコンパで自己紹介するときに青山に住んでいると言ったらしいな。お前住んでるのは阿佐ヶ谷じゃねえか。これはアップダウンからの情報だな。お前、彼女がいるな。いい、もうお前やめろよマジで。ちょ、なんでそんなこと言うの。お前は彼女に自分のことをジュンジュンと呼ばせて。お前もうお前バカじゃねえの。お前初登
くなるってこれで。お前ちょちゃんとお前エッタの収録が決まった時に居酒屋で後輩に俺売れたって言ったんですよ。新しいな。もうなんだって、俺ばあちゃんにこれ出るって言ったんだって。もうもうそんなちゃんとやらんと仕送りが止まんだって。もうまあこれぐらいにしとこうか。俺の本当の正体明かそう。俺はファンではない、お前の相方だ。分かってるわ。どうも、ハドムです。お願いします。いや、ちょっといい年してお恥ずかしい話なんですけどね。うん、この間本当に頭くることがありまして。頭くること、うん、それをここで喋って皆さんに話を聞いてもらいたいなと思って。うん、ないそういうこと。いや、あるよ。あるでしょ。うん、なんか分かるってね、こう言ってほしい。そう、ね、そう、分かるわーって言ってもらったら、うん、それだけで怒りがちょっと収まるんですよ。はいはいはい、ないそういうこと、うん。いや、あるよ。あるでしょ。うん、なんかこの共感してほしいんでしょ。そう、うん。スッキリするもんね。うん、うん、何があったの。いや、実はね、うん、まあ、ちょっといざ喋ろうと思ったら緊張するんだけど、うん、ないそういうこと。うん、いや、あるよ。あるでしょ。うん、ある。なんかこう身構えちゃってね。うん、そう。大丈夫、うん、何があったの。いや、それがこの間ね、まあこの間っつっても結構前なんだけど、ないそういうこと。うるせえな、お前。何なんだよ、この間なのに結構前のことない。あるよ、うん、話せよ早く。いや、だから分かるわって共感してもらいたいから。いや、聞かないと言えないから。ああ、そうか、うん、教えて。いや、実はうちのマンションの隣の部屋の人がね、毎晩遅くにトランペット吹いてんのよ。ないそういうこと。いや、トランペットないな。そういや、そうじゃないだろ。ないっつってんの。で、それが8時、9時の話じゃないんですよ。深夜1時、2時ですよ。うわ、ひどい。どうですか、これは。これはひどいわ。深夜1時、2時のトランペット。あ、だから俺もそいつん家側の家の壁に思いっきりドーンって書いて。あ、書いたんだ。うん、書いたの。え、ドーンってやったんじゃなくて、思いっきりドーンって書いた。思いっきりドーンって書いたの、うん、何の意味があるんだよ。それでもトランペットやめないのよ。いや、そりゃそうだろ、お前。思いっきりドーンって書いただけなんだから。それでも1日2日我慢したよ。あ、我慢した。それが1週間以上続いたから、もうこらえようと思ったけど、もう我慢の限界ですよ。ない、そういうこと。いや、あるよ。あるでしょ。我慢すりゃいいってもんじゃないの。そう行くとき行かなきゃ、そんなもん。行ったろうと思って、行け。次の日の朝一、玄関バーン取り出して、そのままトランペット買いに行ったの。あ、トランペット買いに行ったの。そう。え、隣文句言ったんじゃなくて、毎晩聞かされたら自分でもトランペット吹いてみたいなと思うじゃん。ない、そういうこと。ない、嫌いになる、どっちかって言ったら。そうじゃないんだよ、お前。え、腹立った話でしょ。いや、それはこっからよ。この後トランペット買いに行ってから。こっからかよ、お前。そう何なんだよ。で、風が強かったからウィンドブレーカー来て外に出たのよ。で、外出たら雨降ってたのよ。ない、そういうこと。いや、それあるだろ、お前。別に。だから俺傘さしたのよ。ない、そういうこと。あるだろって。だから、それなのにちょっと濡れたのよ。ない、そういうこと。あるって言ってる。あるでしょ。何回も聞くな、お前は。だから、あるんだったら分かるわーとか言ってほしい。ならない。ならないのよ、お前のやつは。え、俺だけ。違う、お前だけのわけないじゃない。じゃない。レベルが低すぎるんだよ、共感のレベルが。トランペット買いに行くんでしょ。そうで、商店街をシャカシャカ歩いたのね。ウィンドブレーカーの音はいらないよ。うるさいだけだから。そしたら向こうから向かってくるやつがいる。そいつがね、人にぶつかりそうになっても全然避けようとしないやつなのよ。ない、そういうの。あるでしょ。周り全く見てないしね。迷惑。これだ、ここだ。わざとぶつかってんじゃねえかみたいな。あるよ。そいつがね、完全に俺の方に向かってきてんのよ。お、来たね。来たね。あ、ちょっとで。ああ、そっちが避けねえんだったら、そうだよ、こっちが避けてやるよ。お前が避けんのかよ。それは避けないとぶつかるでしょ。違う、そこはぶつかってお前そこ文句言うんだろ。そこで腹立った話なの。それがね、そいつが結構見た目怖そうなやつなのよ。なんだよ、怖そうっていう。なんだよって、もう今時パンチパーマにサングラスして眉毛も剃ってて、何それ。で、金のネックレスして柄のシャツ着て、足元がスーって消えてんのよ。幽霊だった。怖っ。チンピラお化け。結構見た目怖そうなやつなの。いや、だいぶ怖いよ、お前。一番怖い。俺避けたのに、今度はそっちに向かってきて、え、怖っ。ぶつかると思った瞬間に俺の体をスーッと通り抜けて、うわー、怖ー。俺恐怖で全身シャカ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 。ウィンドブレーカーうるさー。シャカシャカ。いや、怖い話になってんじゃん。腹立つ話だろ。いや、だからそれはこっからよ。こっからかよ。トランペット買うときは。なんでそこだけ言えよ。で、トランペット買おうと思ったんだけど、ペットショップあるのにトランペットショップがないのよ。いや、だろうね。ペットついてるだけだからさ。一軒だけ見つけてその店に入ってったの。トランペットあったんだけど、めちゃめちゃ高かったのよ。ない、そういうこと。いや、知らないよ、トランペット買ったことないんだよ。そう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 、やめろよ、お前の。さて、ここで問題です。え、
トランペットが思いのほか高かったので財布の中のお金が足りませんでした。おうおうおう、本当にこれは問題です。あ、クイズじゃない。あ、クイズじゃない。何なんだお前、クイズみたいな感じで。問題でしょ、うん、何なんだよ。だからカードで買ったんですよ。問題じゃねえじゃねえか別に。そう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 、やめろっつってんだよお前さっきから。そうそうそう、二度と言うな。そうそうそう、二度と言うな。そう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 じゃないんだよお前。え、結局いつ腹立つのよお前。いろいろ喋ってる間に分かんなくなっちゃった。ないそういうこと。いや、ある。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。この番組です。よろしくお願いします。ありがとうございますね。番組で顔と名前だけでも覚えて帰ってください。覚えて帰ってくださいね、本当にね。やっぱり覚えてもらおうと思ったらね、うん、やっぱり漫才だけやっててもダメだと思うんだよね。まあ確かにね。やっぱりモノマネの一つもできないの。まあ一番ね、もう覚えやすいからモノマネとかできたらね。うん、だからモノマネやっていこうかなと思うんだけど。あ、モノマネ。うん、あ、いいんじゃないですか。うん、それでね、そのあのモノマネする人だと覚えてくれるから。覚えてもらえます、ね。うん、じゃあお願いします。やってください。ケチャップ残りわずか。汚ねえ、音が汚ねえ、地味だし。じゃあマヨネーズ残りわずか。なんだそれ。違う、もっと芸能人とかのモノマネをしないと。お前テーブルから向かわれた。そんなに楽しいかね。テンション上がりすぎだろお前。その気持ち悪いなお前。ツボ。なんだツボ。変なツボ持ってんじゃねえよ。才能がないんですよ、モノマネの。才能ないですか。そうですよ。でもやっぱり芸人ですからね、いろんな才能あったらいいなと思うんですよ。まあ確かにそうです。そうそう、超がいいですからね。僕の中にこういう才能あったらいいなと思うのがやっぱり、あの、うん、命乞いですよね。え、やっぱり命乞いの才能があったらいいなと思いますよ、ね、命乞いの才能なんていらないだろう。いるに決まってんじゃん、バカか。ごめん、言い過ぎた。あのさ、あ、反省早いな。悔しいわ、なんか今の今の世の中ね、いつ命の危機にさらされるか分かんないですから。いや、まあ確かにそうだけどね、うん、だからちょっとお前、俺を殺そうとしてみてくんない。俺が、俺命乞いするから。お、俺の命乞いがすごすぎて、 お前俺を殺せないと思うんだよね。あ、そう。いや、じゃあ全然やるからには本気でやる。いや、本気で来てくれていいよ。 お前俺を殺せないと思うんだよ。腹立つな、その感じ。嘘、お前そんな言ってた。おらお前。せるべ。待ってくれ。な、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 できてねえじゃん。なんだなの一点張りって。あ、ね、ね、ね、一緒一緒一緒ね。でも一緒。なんか喋んなさいよ、命乞いなの。話した方がいい。そうよ。ほら、お前、いるぞ。待ってくれよ。俺の話だけでも聞いてくれよ。ほんと、あれがまた傑作なんだよ。面白い話をどうするの。そんな場合じゃないでしょうが。え、じゃあ面白くない話すんの。違うよ。みかんの話だけでも聞いてくれよ。あれがまた発作なんで。面白くないけど。全然面白くないけど。発作の話するともうこっちがポカンってなるじゃん。ポカンじゃなくて発作。ポカンつったんだよ。ポカンつってねえから俺。てねえ。もっとこびないと。待ってくれ。俺何でもするからさ。あ、そこまで無様にやるんだ。なんだ無様って。これが命乞いだから。おらえないしょお前。待ってくれよ。俺何でもするからさ。タバコもやめる、野菜も食べる。そうだ、明日からジョギングも始めるから。全部自分のため。お前がどんどん健康になるだけだろ。でも何でもするよ。俺が得するようなことを言うの。そういう時は、あなたはお友達を5人紹介するだけで、そのうち 30% を自分の儲けとする。いかがわしいわ。誰が信用するか、そんなネズミ込み。でもすごい得する話。お金よ、お金。お金のことです。ほら、お前待ってくれよ。金なら貸す、いくらでも貸すからさ。ケチっちゃダメ、貸すって。そこはもう出すって言い切らないと。金ならいくらでも貸してあげる。出す。いや、出すが違う。貸してあげる。出すって。本当出すよ。本当出す。田舎っぺみたいになってんじゃないか。違うよお前。もうお前には足りないもんがある。分かった。命乞いっていうのはね、相手の同情を誘うのこと言うんだ。一緒に空手を始めないかとか。同情に誘うんじゃない。同情を誘うの。同情を誘う。かわいそうだなと思うんだよ。家族の話とかしてバカ。ね、待ってくれよ。俺には愛する妻とその旦那がいるんだよ。人妻じゃねえ。家族じゃねえ。愛してもダメだし。でも愛してるもん。待ってくれ。うちには寝たきりの母親がいるんだね。ね、あれ待ってくれよ。うちにはこたつで寝たきりの母親がいるんだ。場所が悪いよ。こたつで寝たきりだったらぐーたれだろ。だろ。しかもみかん食べながら眠ってんだよ。なんだよ。あれがまた発作なんだよ。いいよ。お前発作しつけって。いや、しつけじゃなくて柑橘系の話して。いや、そっちのケースじゃない。何しろバンボワカなんだよね。みんながみんな振ってくれるわけだよね。そうですよね。
目から覚めるの早かったですね。まあまあ、でも振られないですよ。僕らもういいおじさんですからね。そうなんですよ。もうおじさんですから、もう、ね。やっぱりおじさんになったらね、子供の時は楽しかったなとかね、思い出しちゃいますよね。思い出しちゃいますよね。やっぱね。いろんな遊びやるじゃないですか。そうそう、例えば、あの、謎謎遊びとかね。謎謎遊び。ねえ。ねえ。でも誰もが知ってる有名な謎謎とかもありますもんね。あるある。なぜかあの、全国に広まってるやつね。そうそうそう。あの、あれさ、あの、フライパンってやつ。そうそうそう。フライパンはフライパンでも、焦げつかないフライパンはなんだ、あのテフロン加工。正解。これじゃない。テフロン加工。これじゃない。一番焦げつかない。おじさん。おじさん。これあの通販番組みたいになってるから。あ、違う。これじゃない。あれはパンはパンでもでね。始まるやつ。入りがね。そうそう。入りが違うんだよ。パンはパンでも。そうそうそう。食べられないパンなのに食べた。いや食べちゃダメ。本当にパンは美味しいよね。食べちゃダメなんだ。朝はパン。朝はご飯。誰と喋ってますかあなた。ええ、そうだね。謎がないじゃん。あ、謎をちょうだい。謎の人なんだから、お前。パンはパンでも、みんなの分のパン買ってきてって言ったら、もう全部甘いパンばっかり買ってきちゃうやつのセンス。いや、いるけどね。いるのよ。本当に。え、お前は、8人分全部甘いパンを買ってきたわけ、うん、そうそう。いや、コロッケのやつとかあったでしょうよ。うん、なぁ、謎謎。謎謎じゃない。謎中の謎だから謎謎だね。違うよ、ブチ、ちゃんと考えてるよ、ほら。昔よくやったじゃん、ほら。ちゃんと考えて。ちゃんと考えて。ちゃんと考える。パンはパンでも、食べられない人たちもいる。そんな世の中で、今、私たちにできることって、なんだ。いや、ちゃんと考えすぎ。ちゃんと考えた。お遊びの空気じゃなくなんだよ。ちゃんと考えろって言うからさ。違う違う。あれもっと単純だよ。パンはパンでも食べられないパンは何だよ。パンは何なんだ、食べられないんだ。違う違う違う。パンはパンでも食べられないパンは何だ。パンはパンなんだ。パンダはパンダなんだ。パンダ。パンダっつってんじゃない。違う違う。パンはパンでも食べられないパンだ。パンダはパンは食べられないんだ。なんで。知らん。笹ばっかり食べてる。それは知らん俺も。超難しい。ちょっと練習させて。何の練習？何の練習がパンはパンでも何なんだ。あ、違うか。パンはパンでも何なんだ。あ、違うか。あ、そうかそうか。パンはパンでも何なんだ。いや、違う違う。わかったわかった。パンはパンでも何なんだ。あ、違う。パンはパンでも何なんだ。成長がないな。ずっと同じとこでお前足踏みしてる。すげえ難しい。パンはパンでも食べられないパンは何なんだ。パンはパンでも食べられない。やってたじゃん。パンはパンでも食べられないパンはなんだ。パンはパンでも食べられないパンはなんだ。そう、したよ、フライパンってね。ですが。ねえよ、そんなの。きっかけみたいなのないんだよ。ですね。いや、それもない。同調もない。同調もない。やってなかった他にもあったよ、簡単なやつ。例えば、ほら、虎が9匹乗ってる乗り物なんだとかね。虎が9匹も乗ってんの？ちょっと簡単すぎる。あれ、1匹1匹相当でかいよ。あれが9匹も乗ってんの？いや、それパンパンに詰められて。いや、それは虎も苦しいと思うよ。あ、虎が苦しむでトラックだ。いや、答え合うんだな、おい。なるほどね。あ、何答え合うんだ。よくできてる。違う違う違う。違うの。あの、答えまでの道順が違うんだよ、お前のやつ。苦しむ必要ない。必要ない。虎が9匹乗っているからトラック。ね、それトラッキューじゃん。いいんだよ、別に。トラが9匹だから。何を急に細かいこと言ってんだよ、お前。全然できない。ちゃんとやってんか、お前は。なんでできないんだよ、お前。いや、それが一番の謎なんだよ。いや、いい加減にしろ。どうも、ありがとう。こっちのちょっと前あたりで噛みかけてます。どうぞ。今季4勝すべてオーバー500。すごすぎるパンクブーム。パンクブーブーと言います。よろしくお願いします。あのね、最近ちっちゃい頃の時のね、ことをよく思い出すんですけども、僕ね、歌がすごい好きだったんですよ。ああ、そう。あの、1年生になったらとか。あったね、皆さん知ってると思いますね。そうそう、知ってる、歌ってました。1年生になったら、1年生になったら、愛する女ができるかな。天使のようなその瞳で、微笑んでおくれ、僕のマリア。全然違う。格好良すぎんだよ。違う。幼稚園児だ。何？友達100人できるかな。友達100人できるかな。100人で書きたいな。鏡にルージュでさよならと。大人すぎんだよ。100人で書いたら鏡真っ赤っかになっちゃう。違う。違うよ。でね、あとね、アニメの歌歌うのも好きだった。アニメの歌？特にね、ドラえもんの歌。そうか？そう、もうね、夢をね、すぐ叶えてくれるんですよ。そう。のび太くんの。うん。空を自由に飛びたいなって言ったら、はい！
タケコプターってもうすぐ夢を叶えてくれるの。タケコプターなんかしょっちゅう出してもらってんじゃん。もういいじゃん。いやいや、まあまあ歌だからね。いやそれだったらもうちょっと別の夢も叶えてもらおうよ。別の夢飲みたくんの、うん、アメリカの牛肉を食べたいな。今危ない、我慢しようとかまず危ない。たまには長ズボン履きたいな。自分で何とかしろ。だんだん親父に似てきた。夢じゃねえよ、お前の話じゃん。こうこうこうなりたいな。全然わかんない。こうなってれば勝手にってドラえもんが言うのよ。なってれば勝手に。いやいや、ドラえもんじゃないだろう。でもあれストーリーがワンパターンでしょ。まあワンパターンですね。だいたいあののび太がジャイアンにいじめられるシーンから入るじゃん、うん、そうそう、そっからだいたい始まるんですよ、ね、ああのび太いいもん持ってんじゃねえか、うん、俺にも貸せよな、うんうん、ジャイアンあんたの時代はもう終わったんだよ。なんだとのび太のくせに、うん、なんすかまた暴力っすか。おい、いいかみんなよく見とけ、これがこの人のやり方だ。違う、ない、そんなシーン。のび太が違いすぎる。ジャイアンごめん、爪をつけよ。ない、怖えだろう。そろそろジャイアンの天下も終わりだろう。違う、いじめられて泣くの。泣くの、ね、のび太が泣いてドラえもんに助けを求めんだよ、うん、ドラえもん、何事じゃ。ジャイアンいじめられた、おのれ、なんとかして、叩き誰だ。もう武士だろお前、武士。あ、これコロスケだ。にしても違う。にしても違う。にしても違うの。違うよ。じゃあモノマネとかしなさいよ。お前急にモノマネとか言われてもできるか、あの特徴のねえやつ。バリバリあんだろ。猫型ロボットだぞ。ウインガシャウインガシャウインガシャ。違う違う。いやいや、ロボットすぎる。何？じゃあ声。声。こんにちは。こんにちは。そうそうそう。僕ドラえもん。あ、うまいし、うまいし。のび太くん。何？指ないよ。髪もない、ヒゲが違う。こういうヒゲなんで調理ヒゲなの。朝そって聞いたのにな。濃いな、これもヒゲ濃いな。結構青いじゃん、あいつ。いやいや違う、ヒゲの青じゃねえよ。違う違うよ。あ、そうなの、難しいな。何考えて、難しいな。だから道具を出す。ドライバー、なんだい、ジャイにいじめられた。しょうがないな。てけててててスモールライト。これでジャイアンちっちゃくしてやっつけんだ。ジャイアン、うらかす、どこでもだ、うらかすか、ありがとう。叩いてばっかりじゃねえか。お前は、違う、お前ドラえもん知らないでしょ。知ってるよ、ドラえもんぐらい。本当かよ、お前。じゃあなんでお前ドラえもんに耳がないか知ってる。お経書き忘れたから。話が違うそれはそれであんだよ。全然ダメ。ドラえもんが寝てる時に、うん、ネズミに耳をかじられたんだよ。知っときなさいよ、そんぐらい。お前なんで偉そうねよ。そんなこと言うのはのび太がなんであんなに目が悪いか知ってんのか。知らねえよ、なんで。遺伝だよ。普通じゃん。ママ見てみろ、メガネかけてんじゃん。あれ外したら3って書いてある。3ってなるけど。ドラムなんだ、あんな青いか知ってるか。もうご飯に決まってんじゃん。なわけねえだろ。じゃあやっぱりヒゲだよ。ヒゲじゃねえよ全然。じゃあスネオはなんであんなに髪の毛尖ってるか知ってんのか。知らねえ。ジェルだよ、ただのセット。手先で遊んでみてん。遊んでねえよ。手ぐしでワイルドに決めてんの。そんなおしゃれ心ねえよ、あんなスネオなバカが。お前がバカかとか言うな。もういいじゃん、もう他の道具出して。他の道具、他の道具、うん、ドラえもん、なんだい、どこか遠くに行きたいよ。しょうがないな。テケテテテテン、どこでもドア。はい、やった、よし、どこ行く。これで世界のどっか。ブルル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 、何飛んで行こうとしてんの。ガチャ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 、クソ、快感かかついてない。いい加減にしとけよ、お前。おい、いいか、みんなよく見とけ、これがこの人のやり方。もういい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。パンクブーブー、ジャマジャ。どうも、パンクブーブーでございます。覚えて帰ってください、ね、覚えて帰ってください、覚えたら帰ってくださいね。またいてください、どんどん帰ってください。まだまだ続きますからね。ぜひともいていただきたいんですけどもね。まあけど我々もね、こうやってお仕事ねいただいてありがたいんですけど、ありがたまにはこのまとまった休みが欲しいななんて思いますよね。そう、ね、うん、休みが続くと不安になるけどね、うんうん、まあね、まあけどほら、例えば家族でね、こうなんか動物園とか行ったら楽しいじゃないですか、ね、そう、うん、たまの休みぐらいゆっくりしたいですよね、うん、まあね、けどね、動物園とかね、たまに行ったらね、びっくりするんですよ。びっくりする。そう、あ、ゾウってこんな鼻長かったっけっていうね、これがまた楽しかったりもするんですよ。そう、うん、想像の範疇は超えてこないと思うんだけど。何か貴様、何か貴様、こっちのセリフよ。こっちのセリフじゃない、うん、なん全然共感しないよ。いや、共感できないことばっかり言うからさ。何が共感できないのさ。いや、ゾウの鼻、うん、長い。いや、そこ思ったことないけど。いやいや、長いよ、ゾウの鼻。そうは思い込みじゃない。いや、想像してごらんよ。想像？そう、ゾウを。ゾウ？頭の中でさ。そう？うん、そうよ。ゾウ？想像だよ。想像？想像
そう。ゾウ。何どうなってる今。すげえごちゃごちゃしてる。ゾウだかそうだか分かんないな。ないや、ゾウの鼻が長いっていうのはこれも常識だからね。そうそうよ、うん。じゃあどんな動物だお前言ってみろよお前。いや、耳のでかい動物だ。いやいや、でかいな。でかいでしょ耳確かに。ゾウよりでかい耳のやついないよ。けどもね、鼻なんですよ。申し訳ないですけども。ゾウといえば耳です。いやいやいや、鼻なんですよ。いやいやいや、耳です。ね、何言ってるの鼻なんですよ。いやいや耳です。鼻なんです。いやいやいや、いやいやいや、いや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 、いやいやいや、やかましいわ、お前。小賢しいんだよ、お前。いや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 、いや、ゾウは鼻の長い動物、それ誰が言ってんの？みんな言ってます。もうゾウは鼻の長い動物だねってみんな言ってるよ。言ってる？言ってるよ、ね。ゾウって鼻の長い動物ですよねって俺言われたことないけどね。うん、あ、まあ俺もないけどね。言われる？わざわざは言わないのさ。言われたことないけども、心の中で思ってんの？なんで心の中わかんない？耳のでかい動物って思ってるかもしんないじゃん。じゃあお前、外行って聞いてこいよ、お前。え、俺が？片っ端から。今から？あ、ゾウってどんな動物ですかって。聞いて回んの？みんな鼻の長い動物ですねって言うから、お前。言わねえよ。え？みんな無言で早歩きだと思う。あ、そりゃそうか。やべえやつ。気持ち悪いか、そんなやつを。やべえやつ来た、やべえやつ来たってなっちゃうよ。じゃあお前、ゾウのモノマネやれって言われたらどうするよ。こうやってやるだろ、お前。俺46だよ。ゾウのモノマネやれって言われない。あ、言われないかもね。言われんの？いや、俺も言われないけども。失礼なやつ、文句言った方がいいよ。言わない。じゃあゾウのモノマネやれって言われたら。言われないって。いや、言われるかもしれない。言われたらって、それ誰によ。いや、誰でもいいんだよ。だから友達とかね。いや、友達にも言われない。いや、わかんない。言われないじゃん。言われない。いや、もし言われ。言われない。もし言われ言われない。万が一言われない。なんで言い切れんですかそんなに。俺友達いない。あ、ごめんね。言われない。申し訳ないわ。言う奴がいない。じゃあ子供はほら息子に。うちの息子。パパゾウのモノマネやってる。息子も言わない。いや、それは分からないじゃん。ね、言うかもしれない。うちの息子今年受験生だよ。あ、もう受験生？そうなのよ。早いよね。あげん、この間までちっちゃかったとに。子供なんかすぐよ。うわ、早かー。ねえ、ねえ。そりゃ我々も年取るはずば。ねえ。何の話これ。子供の話。子供の話じゃないんだよ。ゾウ、じゃあ分かった分かった。俺が言うわ。ゾウのモノマネやって。やらない。なんでよ。いや、ゾウのモノマネ俺やらない。じゃあやってよ。いや、やらない。やって、ゾウ。やらない。やらないとおかしい。ゾウのモノマネはやらない。じゃあやって。やらない。マジ変な顔。やらない。やって。やらない。じゃあやって。ゾウのモノマネやらない。いや、やってよ。やらない。頼むぞ。ゾウのモノマネはやらない。一回だけでやらない。やって。ゾウのモノマネをやらない。頼むから。俺はゾウのモノマネやらない。そったれが。そったれがやな、俺はゾウのモノマネはやらない。かたくなだろ、お前。やらない。じゃあゾウはいいよ。じゃあキリン、キリンはどんな動物だよ、キリン、キリン。足の細い動物だよ。首の長い動物でしょ。首長いか。足も細いけども。足細いでしょ。違う違う、キリンのモノマネやれって言われたらどうする。言われない。言われないけども。ね、やれって言われたらこうするでしょ、キリンのモノマネ。やるだろ、キリンの。じゃあゾウは？え、だからゾウはこうだろ、お前。ウサギは？ウサギはこうだよ。ゴリラは？ゴリラはこうだよ。ブチハイエナは？ブチハイエナ、キョーン。いや、ちょ、わかんない。ブチハイエナ。ブチハイエナってキョーンってやるの？わかんないけど。キョーンってやるの？俺のモノマネはいいんだよ。お前やってみろ、キリン。キリン。やらない。なんでやらないんだよ。やらない。じゃあウサギは？こう。ウサギやんのかよ。なんだったんだ、お前。じゃあゴリラは？ゴリラこう。うん。じゃあブチハイエナは？キョーン。一緒じゃないか、じゃあゾウは？やらない。なんでやらないんだよ。やれよ。いや、ゾウとキリンはやらないよ。じゃあキリンだけやろ。頼むから。やらない。一回だけ。やらない。お願いします。キリンはやらない。頼みます。やらない。変な感じ。いや、変とかじゃない。一回だけ。俺もお願いします。やろうぜ。一回やってみようぜ。ザ・マンザイ。やらない。一回、キリンのモノマネ、やってください。頼むから。やらない。そったりやろ、本当に。頼む、一生のお願いやってくれ。お前キリンのモノマネ一生のお願い、キリンのモノマネやってくれていいの？いいから頼むよ。もうどうしよう、そこまで言うならやるよ。一回やって、うん、なんで口元なんだよ。嘘つけよ、お前。キリンかどうかも分かんねえだろ。キリンといえばこれでしょう。ああ、お前分かった。わざとずらしてんだ。そんなわけねえじゃん。嘘つけ、この偏屈野郎が、お前。なんだ、ところパンティ。なんだ、ところ頑固やしが、お前。ブラジャー。タコスケ野郎が。ガーターベルト。悪口がエッチだな。悪口じゃないんだよ。ご褒美だろうが、お前、そんなもん。じゃあ、猫、猫はどうだ、猫。どんな動物だ、お前。みんなに踏まれる動物でしょ。いや、もう猫踏んじゃった。もう、困ってしまって、わんわんわん。いい加減にしろ。来てねえな、いつも。本当何やってんだよ、本当に。よ、部長、この度は遅刻をしてしまい本当に申し訳ありませんでした。遅刻だと？お前な、10分や20分の遅れを遅刻って言うんだよ。お前どんだけ遅れたんだよ。2週間です。だよな。お前な、もう2週間の遅れはな、遅刻じゃねえんだよ。遅刻じゃないんですか。ああ、よかった。違う違う違う、遅刻だと思った。違う、よくない、よくないんだよ、お前。
お前な、2週間も会社に来てないんだぞ。こういうのお前なんていうか知ってるか。春休みですか。無断欠勤だよ。お前に春休みはねえだろお前。実はちゃんと間に合う時間に家は出たんです。ああ。でもその途中で川で溺れてる少年を見つけて、俺急いで川に飛び込んでその少年を助けたところで目が覚めたらもう時間を過ぎてました。夢じゃねえかだったら。なんだよそれお前、ただの寝坊じゃねえか。はい、寝坊です。つうか何かということはお前2週間ずっとお前寝てたのかお前。いえ、32度寝しました。32度寝聞いたことない。32度寝だったらお前31回起きてるじゃねえかお前。来いよ6か7ぐらいの時に1回お前ここに。すいません。すいません。だなお前反省してんのか。本当に反省しております。いや反省してるようには見えないな。どうやら本当に反省しております。海より深く、空より青く、花よりあでやかに。海だけでいい。あでやかに反省されても困るんだよこっちもよ。じゃあどう責任取るんだよお前よ。わかりました。じゃあ僕は責任を取ってこの会社を休みます。やめますやねえのか。お前はクビだ。いやー僕最近思うんですよ。何ですか。やっぱり30を超えてからというものね。超えたんですよ。やっぱり余計にちっちゃい子供って可愛いなと思うようになった。いや可愛いね。確かにね。僕も子供あやすのとか大好きなんだ。あやすの好きなんだ。あやすの好き。どうやってあやすの。いやもう大体相場いないいないバーに決まってるし。いないいないバーね。そうそう、いないいないいないバー。見た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 って。何2回目パターン変えてけ変えてけ。こっちかそんなこと。子供がそんなこと言うかよ。いや今時の子供ってのはパターン変えないとついてこないから。そんなこともないよ。だから逆にするとかね。何逆。いるいるいるいない、いるいない、いるいるいない、いるいない。どこで喜ぶ。こうなんだろう子供。ああああって。あ、じゃあリズムを変えていこうか。何リズムって。いないいないいないば、いないいないば。気持ち悪いよなんか。もわってなって背中かゆくなっちゃうなんかそれ。あ、じゃあセリフ自体変えていきましょうか。いやセリフ変えるって言ってもどうする。人がいないいない商店街。寂しいよ。身寄りいないいないばあさん。寂しいって。もうキャ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 って笑うのも嫌でしょ。いないいないばあでいいのよ。変えなきゃ必要ない。変えるっすよ。じゃあロングバージョンにしましょうか。意味が分かんないだろ。いないいないばあのロングバージョンってどうやってするのよ。いない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 父とはそれっきりでした。お父さんね、今日カーテンの向こうに来てます。それでは親子15年ぶりの再会です。シャッバーすぎる。もうそれ軽い失踪だぞお前。いや今時の子供ってのはこれぐらいの方が喜ぶわけです。喜ぶわけないだろ失踪してんのにお前。あそんなことないよお前。じゃあお前子供の時ってどんなだったの。あ僕子供の時何パクだったの。いやもうそれワンパクしかないだろう。ワンパクだった。まあ確かにワンパクだったんですよ。あいいじゃない。だからねあんまりねお母さんのお手伝いとかしなかったから、ね、あそれは良くないな。なんかね料理の手伝いとかやっとけばよかったなと思うの今。あそうなんだ。思うんです。じゃあ俺がお母さんやるから。あそう。お手伝いしない。あ僕は、うん、子供やっていいの。やっていいよ。ちゃんとできるお母さん難しいんじゃない。難しいからこそやりがいがあるってもんだろ。さすがだな。トン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 。黒瀬くん、はい、お茶とコピーできてねえじゃん。早速あれお手伝いするんじゃなかったな。上司と部下になってるでしょ。ああ違った。お母さんと子供。お母さんと子供、ね、お手伝いだから、はいはい、トン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 。ねえジューン。はい。お母さん今手が離せないのよ、うん、ちょっと世界に平和をもたらしてちょうだい。荷が重いよ。早くもたらしてちょうだい。いや手つかすなよそれ。荷が重い。それはちょっとガンジーに任しとけよそれは。 お手伝いしないの。違う、子供ができるお手伝いさ、ほら、うん、あれ取ってこれ取ってとか。ああその程度、ね、その程度でいいの。トン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 。ねえジューン、はい、ちょっと天下取ってちょうだい。身が重いってんだ。早く取ってちょうだい。でかすなって。秀吉でも何年かかったと思ってんだろ。お手伝いしないの。じゃあもっと子供ができる子何簡単にできること。ああお雑煮食べたり初詣に行ったりとか。簡単にできることじゃない。簡単にできること。簡単にできること。猿でもできるようなね。ああそんな感じ。ねえジューン、はい、ちょっと毛繕いしてちょうだい。丸々猿じゃん。丸々猿だろそれは。あじゃあ長い棒でアリの巣ついて食べる。いや違う違う違う。もう何の手伝いだよこれ。猿にもできることって言うからさ。違うよ。もう料理の手伝いって言ったら大体なんかほらね、こう醤油取ってとか、あ相撲取ってとかね。違う。お皿取ってたたき取ってとかね。違う。マヨネーズ取ってトッと取ってとかね。ちょっとは近づけ。俺3つも出してんのに近づいてこいよ。もっと俺にお料理の手伝い難しいな。あそう。他の手伝いがいいな。あじゃあほらなんかあるじゃん、お魚買ってきてちょうだい。はいはいはい。犬の散歩行ってちょうだい。あそういうの。そんな感じで頼む。トントントン。ねえジューン、はい、ちょっとお魚の散歩に行ってきてちょうだい。混ざっちゃったよ。魚散歩させてもビチビチになって死んじゃう最後。一石二鳥じゃないの。もう犬の散歩で頼む。あね。
ねえジョン、はい、いやジョン俺が犬みたいになってんだろうがお前、それだったらお前おかしいだろ。ハウス。誰がハウス、犬じゃねえっつってんだよ。ビニールハウス。野菜じゃねえかよ。最後野菜だもん、ちゃんとやってくれ頼む。ねねえジュライ、ジュン1ヶ月多いよお前の。ちょっとお魚買ってきてちょうだい。いいよ行く。じゃあ築地に行ってマグロを競り落としてきて。競りは無理だよ、屈強な男たち勝てねえだろあれ。ダメ、お前のせいで全然できない、もうぐちゃぐちゃじゃねえかお前。どうしてくれんだよお前。じゃあこの責任取ってちょうだい。お前が取れバカ。どうもありがとうございました。昨日から電話も出ないでさ。聞いてくれよ、うん、恐ろしい目にあったんだ。恐ろしい目？何？うちの近くに幽霊が出るって噂の病院があるだろう。ああ、あそこの病院な、うん、実は俺昨日の夜にそこに忍び込んだんだよ。え？あそこ行ったんだお前、すげえな、よく行けたな。まず俺は裏口からゆっくりと呪われながら入ってった。あれ早速あれも、え、もう？早くない展開。いやそしたらその時だよ、うん、っていう女のすすり泣く声がやんだんだよ。あ、やんだんだ、やんだんだ、やんだ、え、やんだんだ、どういうこと。いやそしたら次の瞬間、うん、カツカツ、え、なに、カツカツ、なんだ。もう明らかに俺が履いてるハイヒールとは別のハイヒール。お前ハイヒール履いてんの？なんでお前がハイヒール履いてんの？今俺のファッションはどうでもいいんだよ。めちゃくちゃ気になるけどな。近づいてくるんだ。俺もそれでびっくりしそうになって、あ、しないんだね。なんでだろう。で急いで逃げようとしたらよ、うん、ポンポンって、誰かに何かを叩かれたんだよ。何かは肩だよ。なんだよお前。で何かなと思ってパッと見てみたら、うん、そこには血がべっとりついてて、うわ怖ー、なんだよそれ。俺もこのままじゃダサいと思って急いでジャンパーをリバーシブルにして。あ、そっちが気になる。そっちじゃない絶対。パッて見たら女の人が立ってて、うわっ、その女だよ、まるで鬼のような形相を浮かべてる俺に向かって。あ、お前だった。どういう感情わかんないけど、私を殺したのはお前かって言ってきたんだよ。怖え、なんだよそれ。だから俺は、いや違いますって言ったんだよ。そしたらもうそっからは水かけろ言い合ったんだ。幽霊と結構ラリーが続いたんだ、言葉のラリー。でそんな言いながらその女がスーッと消えたんだよ。消えたんだ。俺怖くなって逃げようとしたんだけど、ああ、なぜかうまく走れないんだよ。ハイヒールだよそれ。そんなもん履くからだよお前が。いやそれでもなんとか家にたどり着いて、ああ、パッと鏡を見てみたら、見てみたら、もう着てる服が全然違う服になってたんだよ。リバーシブル。これもうこの間ね、頭に来ちゃったんですよ。どうしたのよ。おもちゃ屋に行ってね、おもちゃ買ったらね、もう壊れてたんですよ。そらひでえな。不良品売らされたんです。俺文句言いに行ってやろうかなと思った。そらね、でもね、行く前に練習しといた方がいいと思う。一回ここでね、俺が店員やってあげるから。いやお前店員できんのかよお前。そんなのチャチャイのチャイだよ。おチャイだとお前、インドの紅茶だけどさすがだなお前。おい、どうなってんだこの店。どうされましたお客様。どうしたもこうしたもないよ。どうしたもこうしたもないですか。申し訳ございません。今後はどうしたもこうしたもあるように。どこで謝ってんだよ。どうしただけなら私もこうしたの。まだ文句言ってないでしょ。確信ついてないのよまだ。どうされました。ここで買ったおもちゃがなお前、最初から不良品だったんだよ。ほら見てみろ。そうなんですか、申し訳ございません。おー、じゃあこれどうしてくれんだお前。かしこまりました。それでは少々パニクらせていただきます。やべえ、どうしよう。高橋の近くどうしてしまう。じゃねえだろ。もういいよ、お前じゃなしになる責任者やべ、責任者。どうぞどうぞ。時間の無駄なんだよお前なんか。ちょっと時間の無駄ってなんすか。時間の無駄じゃねえかよ。お言葉ですがお客様、ちょっとここ押してもらっていいですか。なんだこういうのを時間の無駄って。じゃあ読んじゃねえよ。何なんだよ。お前とか出るとこ出るぞお前。おー、上等だよ。ボーリングだろうがカラオケだろうが行ってやろうか。いや行かねえし、そんな楽しいとこ。出るとこって裁判だよ裁判。なんでそんな常夏のリゾートに。いや裁判つってないよ。裁判つったの。裁判なんてあんまりじゃないですか。じゃあ謝れ、手ついて謝れ。この度は本当に申し訳ありません。いや影じゃない、床だよ。舐めてる。いや時間だめだ。どうやってバカバカ。熱っ。何
だよ純子大きな声出して。あんた私と婚約しておきながらまた浮気したわね。お前どうしてそれを。あんたのこと全てお見通しなんだからね。あんた女だったら誰でもいいんでしょ。そんなことないよ。下は18、上は70歳ぐらいの限界。ほぼ誰でもいいじゃない。もうもう許せないわあんた。おお、なんだよ、何やってんだよお前。私に将来のことは真剣に考えるって言ってたくせに。もちろん将来のことは真剣に考えてるよ。え、このまま地球温暖化が進んだら我々人類はどうなってしまう。二人の将来のことあんた規模がでかすぎんのよ。とにかくもう許さない。ちょっと待ってくれよ、ただ魔が差しただけなんだよ。え、夜景の綺麗なレストランで食事をして1ヶ月前から予約してたホテルに入った瞬間に魔が差しただけなんだよ。何が魔が差しただよ。しっかり計画してんじゃねえかよ。あんた私を捨てる気ね。そんなことない、お前じゃなきゃダメなんだよ。確かにミリアちゃんは顔が美人だ、そしてレイナちゃんはナイスバディだ、そしてジュリアちゃんは料理がうまい。でも純子、お前が一番部屋が広い。なんだその理由。なんで私だけ平米なんだよ。 あとカレンちゃんはあのあれだ。いや、あとみんな名前キラキラだな。私純子ダントツで昭和。あんた私が今どんな気持ちでいるか分かってる。もちろん分かってるよ。彼氏に裏切られた。そうだ、私も新しい恋を探さなきゃ。よし、婚活パーティーに行こう。だったらこんなに怒ってない。こんなに立ち直り早くないよ。もう分かった、こうなったらお金ね。あんた一社料払いなさい、一社料。分かった、金なら貸す、いくらでも貸すよ。いや貸すじゃダメなのよ。おい出すって言いなさい。金ならいくらでも貸してあげる。出す。いや出すが違う。それなんてちょっとなまっただけ。本当出すよ。いやなんだ本当出すよって。もう玉木さん、あんた本当にやっちゃうわよ。純子、お前は俺にはなくてはならない存在なんだよ。え、ハンバーガーでいうところのピクルス、リモコンでいうところのコマ送りボタンみたいな。いや、ほぼなくてもいい存在。コマ送りボタン一回しか押したことない。あんたね、私探偵を使ってあんたのこと全て調べてんだからね。全て。ああ、じゃあまさか俺が3億円事件の犯人だってことも分かってる。いや、そうなの。え、そうなの。あなたそれも関係ないわよ。本当にやってしまうわよ。よし、分かった、俺だって覚悟はできてる。殺されたって構わない。でも命だけは助けてくれ。いや、矛盾してる。よくね、うん、あのほらテレビとかでね、はい、なんかちっちゃい時に自分を捨てた母親と再会みたいなのがありますけど、感動するね。あんななかなかすぐお母さんと呼べないよね。ああ、そういうもんですか。あ、そうですよ。じゃあちょっと俺がお母さんやるから、お前は歯磨き粉をやってくれ。誰がアクアフレッシュ。アクアフレッシュじゃねえよ。あ、じゃねえんすか。あ、じゃあ息子。おしゃれジャケット。息子ね、息子。ジュン、あなたジュンなの。本当にジュン。本当はジョン。ジュンだよ。犬みたいに言うんじゃねえよ。ジュン、ジュン、ジュンだよ。ごめんね、マジごめんね。マジとか言うな、冷めるわ。生まれたばかりのあなたをツタヤのアダルトコーナーに置き去りにした。どこに置いてくれてんだよ。おかしいだろ。せめてやらしい人に拾ってもらおう。やらしい人に拾ってもらえ。何やらしい人なんだよ。でもね、これだけは信じてちょうだい。あなたを捨てたくて捨てたわけじゃないの。じゃあなんで捨てたんだよ。ただほんの軽い気持ちで。余計悪いじゃん。捨ててみようかなみたいなノリ。そんなノリねえよ。つうかさ、なんで今まで俺を探してくれなかったんだよ。探したわよ。テレビの裏、冷蔵庫の下、ソファーの背もたれのとこの溝。出てくるか、そんなとこ。でも出てきたのはなんかのバネ。なんだバネ。よく落ちてるけど、なんかのバネが。いけねえだろ。でもね、あなたと別れたこの十何年。8年。18年。片時も忘れたこと。今忘れてたじゃねえか。つい今忘れてたよ、お前はよ。さあ、お母さんと呼んでちょうだい。やめるわけねえだろ。いい加減にしろ、このクソババ。もう一遍言ってみなさい。おう、言ってやるよ、クソババ。一度ならず二度までも。お前がもう一遍って言うから。そんなこと言う子に育てた覚えはないよ。お前育ててもらってるよ、いい加減にしろ。トップバッターということで。そうですね。ね、まあ、頑張っていきますけどね、うん。あのね、最近ね、ちっちゃい時のことをよく思い出すんですけども、僕ね、ヒーローに憧れてたんですよ。かっこよかったもんね、ヒーローは。ウルトラマンとかね。うん、まあ今でも好きなんですけども、うん、やっぱね、何がかっこいいってね、うん、歌。あ、主題歌。主題歌かっこいいじゃないですか。あのね、歌と歌の間にね、セリフが入るの。どんなん？例えばね、うん、僕らのウルトラマン、チュヌヘは、
俺が守る、ダダダダダーンとかのかっこいいじゃん。いやかっこいいけどさ、もうちょっと親近感が湧くようなセリフに変えた方がいいと思うよ。親近感、僕らのウルトラマン、お母さん明日までにゼッケンつけておいて。なんであんたいつもいつも夜になってから出すんで、帰ってきてからすぐ出すよ。そんなに慌てんでいいじゃないの。ほらあんたらも早くお風呂入りなさい。お風呂お風呂、ゲームは1日1時間。ほらあんた本読むときには電気つけんの、目が悪くなるじゃないね。お母さんみたいに眼鏡かけたいんねん。だだだだ、なげえ。ヒーローよりも母ちゃん喋ってんじゃん。違う、ヒーローのメッセージですよ。ーー僕らのウルトラマン、それやったらドンキホーテで買った方が安いんやない。だだだだ、なんだそのメッセージ言うな、金目のこと。僕らのウルトラマン、俺ご飯の時も牛乳飲むけどな。だだだだ、知らねえよ。いや違う、ねねね、虫だだだだ、セリフだよお前。ビビんじゃねえよ。虫歯、あるあるってちょっと親近感湧いてる。あるあるじゃないですよ。違う、あと書くのがナレーション。あ、絶対ヒーローものってナレーション入るからね。そう説明しようみたいな。そうあの技の説明みたいなやつね、あのスペシウム光線、ビビ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 、説明しよう。スペシウム光線とはスペシウム高等専門学校のことである。いや違う、ない、そんな。スペシウム交通センター。交通センターじゃない。どう、何教えんだその学校。違うの。違うよ、なんか技の威力とか説明して。説明しよう。スペシウムコースはもうビーチもいっぱい出るやんか。そして、あの怪獣とかおってもバカンチになったらもう爆発するよ。下手いな、お前下手いな。どうしたらいいの。違うね、説明しよう。スペシウム光線の威力は山を砕く威力があるのだ。反論しよう。そんなこと言うけど、反論ない。反論、大体山崩すとこ見たことあるの。何そんな、だったじゃん。ピコン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 。説明しよう。カラータイマーが鳴り始めると、ウルトラマンが戦える時間は残りわずかなのだ、みたいな。あ、そういうの、かわいいの。ね、ちょ、ね、何その音。ケチャップが残りわずかなのだ。関係ねえ。するけどそういう音。これマヨネーズだった。いや、ポーってなるけど。横にビトーってくっついた。関係ないじゃん、ヒーローに。俺そんなシーンよりもうちょっとかっこいいシーンがやりたい。かっこいいシーン、じゃあもうメインですよ、戦闘シーン。お、戦闘シーンいいね。怪獣が街にやってきたから街を壊す、そこにウルトラマンが登場して怪獣やっつけるみたいな。ああいいね、かっこいい。じゃあ俺ウルトラマンやる。じゃあ俺あの修学旅行で旅館の部屋の中やるから。ちょこれ暖房出てる。やるけど、こういう暖房でしょ。でかいやつ出てんのかなって。怪獣やれよ。お前がヒーローやるというか、俺何やったらいい。怪獣に決まってる。怪獣ね、街を壊してんの。ガオとかガオとかガオとか。おう、怪獣め、お前の好きなさせないと。現れたな、ウルトラマン。俺がこの手で。お兄ちゃん頑張れ。幸子、お兄ちゃん頑張るから、お前も手術を受けるんだぞ。うん、お兄ちゃん絶対に負けないからな。さあ来いウルトラマン。何する、ちゃんとやってよ。なんかボカンボカンボカンみたいな。あ、もっと怖い感じ。怪獣は怖いんだからさ。ちょっとガオとかガオとかガオとか。俺でも食らえ、スペシウム光線。ビビ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 。もう一周後。はい、一年ちゃんとやって。はい、スペシウム光線全然出てないじゃん。はい、それで頑張ってるつもり。あんたより頑張ってる子いっぱいいるよ。はい、ちょっとスペシウム光線出して。はい、1,2,3 腰落としてて、お前。1,2,3 ビビビビビ出るじゃん。はい、なんで最初からそれ出さないの。何泣いてんの。泣いてて強くなるならどんどん泣いて。いとけど、うちらの時もっと厳しかったよ。今の1年恵まれてるよ。じゃあ最初から行くよ。ファイト。なんだよこれ。もう女子の部活みたい。怖いじゃん。怖いよ先輩。すごい怖いじゃん先輩。怖いよ、うん、じゃあなんでちゃんとやってくれないのよ。説明しよう。元からお前にヒーロー似合わないの。いや先言って。まあね、こうやってね、今お笑いとかやってるじゃないですか。やってますね。でもね、あの、僕思うんですよ、あの、他にもね、埋もれていた才能とかあったんじゃないかなとか。あ、俺たちに。そうあ、わかんない、あるかもしれない。でね、あの才能があったらいいなと思うのがあるんだよね。何あの命乞いね。ああ、なんで、なんでだろう。命乞いがうまかったら命を狙われた時も絶対助かるわけじゃない。まあそんなにね、ないよ。いやだから必要だと思うから、ちょっと命狙ってみてくんないかな。何その頼み。なあ、ごめんね、できんの。うん、まあいいけど。貴様らここで死んでもらう。待ってくれよな、待ってくれよな、な、な、下手くそ。なんだよお前、なんか言わないと。え、何言ったら。犯人の同情引くとかさ。あ、どう。俺には愛する妻がとか、家族の話するとか。貴様らここで死んでもらう。待ってくれよ、俺には愛する妻とその旦那がいるんだよ。人妻じゃねえ。愛しちゃダメ。
恋愛は自由だと思う。そういうことじゃないのよ。同情引くの、うん、うちには寝たきりの母が、うちには飛び切りの母がいる。今になってる。飛び切りはダメなの、寝たきりの母がね。待ってくれよ、俺にはこたつで寝たきりの母がいる。ぐーたらぐーたら、それただのハンモックで寝たきりの母が、優雅だな。そういうことじゃない、もっと必死に来てるんです、必死に。待ってくれよ、俺何でもするから。なんだよ、タバコもやめる、野菜も食べる、そうだ、明日からジョギングも始めよう。自分のためじゃねえ、俺全く関係ねえじゃん、そんな。そうか、難しいな。下手だな。ダメだな。だけど埋もれていた才能を見出される瞬間っていうのは気持ちいいよ。気持ちいいでしょ。僕にもあるんですよ。例えばこっちね、野球部が練習してると。練習してると。で、僕のところにボールが転がってくる。野球部の。で、野球部の人がね、おい、ボール取ってくれって言うんですよ。それ言いますよ。で、俺が、おりゃーって投げたら、野球部にズバン、お、すごい、君、野球部に入らないか。あー、そういうのね。勧誘されちゃうみたいなさ、ちょっとやりたくていい？オッケーオッケー。おい、ボール取ってくれー。これか。行くぞ、おりゃー、ズボン、すごい、俺にはキャッチャーの才能があるのかもしれない。あんな豪速球を待て待てよ、お前の才能を見出してどうすんだよ。俺、お前、何声高くなってる。俺だよ、頼むよ。おい、ボール取ってくれ、おりゃー、ズボン、すごい、君いい声してるな。どうだ、合唱部に入らない？どこ食いついてんの。そうじゃねえよ、いい声してたもん。いや、まあいい声と俺言われるけど、おりゃー、お前の方がいい声じゃん。恥かかすなよ、俺が入りたいの合唱部じゃないの。あ、お風呂。いや、風呂でもね、君野生の動物みたいな匂いがする。何、どうだ、お風呂に入ってみるの。何の勧誘、お風呂入ってます、ボディーソープ使って洗ってます。動物物語、植物物語、勝手な物語作んなよ。違う、だから肩、うん、野球部だから肩見て、肩。ああ、君すごい撫で方じゃないか。見た目じゃない、そうだ、和服を着てみないと。何部だ、和服って。違うだろ、君いい肩してるねって、こう肩の強さだから。おい、ボール取ってくれ、おりゃー、一番すごい、君いい肩してるな。それから姉ちゃんいいケツしてるな。どうだ、野球部に入る。なんで変なの入ったんだよ、なんで変なの入ったんだよ。違う違う違う、なんだ、ほら、あのことわざでもあるじゃない。ないかな、知らねえよ。そのお前が言っちゃう、勧誘したよ、早くね。おい、ボール取ってくれ、おりゃー、一番君ちょっといいかな、あの放課後にちょっと練習するだけで簡単に甲子園に行けちゃっていい話があるんだけど、はい、ちょっとその辺でお茶でもしながら軽く話だけでも聞いてくんねえけど。うさんくせえよ。なんだそのお前、キャッチか。まあ野球部だけにないつキャッチ違うって。いらねえんだよ、そう。ちゃんとやれよ、お前勧誘の意味分かってる。あれでしょ、あの関西国際空港の略。うん、それは関空。俺が言ってるのは勧誘。あなたはできますかっていう質問。それはキャンユー。俺が言ってるのは勧誘。あのスペースシャトルの部品に使われる。それは分からねえ。俺が言ってるのは勧誘。やれよ、早く、バカ、頼むぞ。おい、石鹸取ってくれ。これは入ったってんだろ。おい、ボール取ってくれ、おりゃ、うん、おい、ボール取ってくれ、いいよ、取れよ。ズボン、君、野球部に入る。おれ、おい、ボール取ってくれ、おりゃ、ズボン、負けるか。張り合うな、投げてきても取れない、俺素で。じゃあ俺全裸。張り合うなって。勧誘した、早く。君野球部に入らないか。いいぜ、その代わりエースで4番は俺がいただくぜ。じゃあナースでおばはんは俺がいただく。張り合うな、お前俺バカにしてるのか。君いい感してるな、やかしいわ。どうも、いらっしゃいませ。お客様何名様ですか。一人です。僕迷子になっちゃったのかな。いくつに見えてんの。大人ですよ、大人。じゃあお席の方にご案内いたします。はい、じゃああの椅子の方用意いたしますので。はい、はい、いや子供用じゃねえか。座らねえわ、だからこんなの。え、大人用で大丈夫ですか。大丈夫だよ。大丈夫なんだ、おじさんなんだから。ああ、すいません。じゃあこちらの椅子でございます。はい、じゃあ乗せますね。はい、せーの。一人で座れる。だから俺おじさん。あ、トイレってどこにあるんですか。トイレ、トイレ、こっち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 。はいはいはい、我慢我慢我慢。いやいや、漏らさねえわ。だから俺おじさん。おじさんが漏らすのは愚痴だけ。すいません、どうしてもちょっと心配だったもので。後で行くの、はい、トイレは本当にだよ。あ、まあ、これでしょ。お客様目。いや違う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 、あの遊びどうしたの。あ、違うんですか。目じゃないの、決まったんだ。あ、お決まりですね。決まったんだよお前、はいはい、この焼肉御膳でいいよ。あ、かしこまりました、うん、なんだよ、もうめんどくせえな、ここの店本当に。もうお待たせいたしました、はい、焼肉御膳でございます。はい、はい、はい、それじゃあこちらの方お使いください。エプロンね、はいはいはい、トニーもう早く出せばいいのよ。お前よだれかけじゃねえか。垂らさねえわ別に。俺よだれを。スプーンです。なんでスプーンで食べるんだよ。だ、子供じゃねえっつってんだろ。箸で食べさせろ、箸で。かしこまりました。あ、はい、あーんってすんな、おじさんに。
怒ってますか？当たり前だろ、怒ってる決まってんだろ。かしこまりました。いないいない。バン。舐めてんの？いい加減にしろよ。もういいかい？ですよ、あの、うん、なんですか、正義の侍っていいなと思うんですよね。正義の侍、いや、かっこいいなと思いますよ。正義のコンビニ店員じゃない。誰が正義のコンビニ店員？違うんですか。ストップ万引き言わないんですか？言わないんですか？ね、あのかっこいいでしょ、なんかよく、うん、中型悪大官が悪巧みみたいにしててさ、あ、パターンですよ ね。そこ出てきてバッサバッサ切る100人切りみたいな、ああいうのいいなと思うんでね、はいはい、ちょっと今日やりたいなと思うんですよね。なんで俺正義の侍するから、うん、ちょっと中型悪大官で悪大官で訓練しちゃった。じゃあ悪だくみしてて、ね、うん、俺ダンク入ってくるから、ね、さあお願いします。うん、いいよ、顔いいよ、いい顔してる、いい顔してる。えちごや、いいね、気持ち入ってるよ。お主も相当の悪いよの。うん、決まる決まる。えそんなことないっすよ。どうしてなんだと、えちごやの分際で、うん、なんすか、うん、また暴力っすか。あ、いい髪みんなよく見とけ、これがこの人のやり方で。なぜ揉めてんの？なぜそんなにお前の生意気なんだ。いかに悪いよとか言われたら、じゃあもうちょっと仲いいからこそ悪だくみするの。仲いい、当たり前だろお前、じゃあ頼むよ。越後や、お主も相当の悪いよの。いやいや、お代官様ほどちゃいますよ。あれ越後前関西、今さら何言うてるんですか。僕ずっと関西弁ですやんか。ほんま、俺もやで。ほんまっすか、大阪弁出ませんね。盛り上がりすぎ。なんだよお前、仲良すぎんだろ、地元一緒とか。仲いいんだから地元一緒でしょ。えちごやでまた関西でまたおかしな話。えちごか、えちごかじゃない。もう悪いよのーつったら、悪いよのー、悪いよのーつって笑っといて、あ、笑ってそれ待てっつって入ってくる。なるほど、そっから100人気ね。えちごや、お主も相当の悪いよの。待てい、貴様らの悪だくん、この俺が貴様らには来てるよ、もう。友達来たわけじゃん。何やつってなんだよ、まあ、ここ何やつじゃ。貴様らを成敗する借金術、メガネ侍。えい、皆の者、なだめい、なだめい。まあまあまあ、いや、まあ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 じゃない。まあまあ、優しいな、お前って。わかるぞ。ちょっとお前今酔ってる。酔ってねえわ。居酒屋で絡んでるわけじゃねえぞ。かかれ、かかれって来んだよ、ここに。えい、かかれ、かかれ。あんりゃっし、次、次、あんりゃ。なぜ素手で来る。申し訳ない、若旦那で切るのが。手じゃないよ、ちゃんと持ってるよ。何持ってんねん。ほら、スズメのヒナ。あ、小さな命。なんだこれ、お前。いい加減にしろ。刀持ってくれ、刀。あれや、ジャキン、キン、キン、キン。あれや、ジャキン、キン、キン、キン。とどめだ、ジャキン、キン、キン、キン。そこそこ強えな。何粘ってんの、雑魚のくせに。雑魚だって命かかってんから。100人切りだから、お前。3時間半ぐらいかかんだろ、お前、このペースだ。あ、番組に収まる。どんどん、どんどん来て。あれや、バカな。この私がたった一人の侍に切られるとは額、うん、あれやおっさん、せめて最後はそのぬくもりの一人一人じゃないんだよ。主張が強いんだよ。やられたくないね、雑魚だから。あれやられた、すげえ、あれやられた、すげえ、あれやられた、すげえ、あれやられた。超つまんねえ。流れ作業みたいになってんじゃないか。やられた以外の言葉変えてって。あれやられた、やられすげえ、あれやられた、やられます、すげえ、あれをやられてしまいます。もういいわ、痛くそう、痛くしよう。よろしくお願いします。やっぱりあの人生を楽しむにはね、うん、仕事以外にも何か一つ楽しみがあった方が絶対いいんですよ。あ、そういうもんですか。なんかハマってるもあるよ最近。まあちっちゃい頃はよく田んぼとか沼にはハマってたんだけど、上京してから都会の罠にハマりたい。何の話をしてるんでしょう。消火器を買わされた。聞いてねえでしょそんなの。違う、じゃあ趣味とかはっつってんの。趣味ね、うん、趣味はね、僕陶芸なんですよ。あ、いいじゃない。これちょっと本気でやりたいから、あの陶芸家の先生に弟子入りしようかと思って。いや、そんな簡単に言うけど、なかなか弟子取ってくんないの。よっぽど真剣頼み込まないと。陶芸家の黒瀬淳先生ですよね。誰だ君は。佐藤哲夫と言います。お願いします。僕を弟子にしてください。すまないね。私は弟子は取らない主義だ。こんなに頼んでもダメですか。そんなに頼んでねえだろ。まだ一回しかやってないんだ。お願いします。僕何でもやりますから。え？炊事洗濯スノボ掃除に肩もみスキューバ何でもやりますから。メジャーが混ざってる。楽しいのが2コード入ってんだろそれ。僕は本気なんです。僕の目を見てください。口閉じろ口。目はともか口がだらしねえんだよお前は。さあ他にも陶芸家いるだろ、他行けよ他。僕は先生の作品に惚れたんです。え、先生の作った皿がマジで壺なんです。ややこしいんだよ。皿だか壺だか分かんなくなっちゃった。先生の作品を初めて見た時に思ったんです。これだ、これなら僕にも作れそうだ。なんじゃそれ、お前バカにしてんのか。そのことは謝ります。ですから僕は。いや、捨てんのかよ。捨てちゃダメだろ、もう話になんない、帰れ。嫌です、僕は先生が
わかったよ。弟子にするよ。という間に帰りません。そんな言い方しろよ。帰れっつって。嫌です。帰れっつったら帰れ。僕は誰の言いなりにもならない。じゃあ弟子には向いてない。そんな堅くなな性格。お願いします。弟子にしてください。ダメなもんはダメだ。お願いします。同じことを何度も言わせんな。え、同じことを何度も言わせんな。え、同じ言わせんなっつってんの。えって聞くんじゃねえ。言っちゃうから。とにかく弟子は取らない。本当に取らないんですか。ああ、取らないね。本当は取れないんじゃないですか。なんだと。よしよ、弟子を取ってやろうじゃねえか。とはならない。ならないの泣き。なんで弟子を取らないんですか。いいか、今の若いもんは我慢ってもん知らないぞ。だからダメなんだよ。僕はそんなことはありませんよ。え、試しに僕にバカって言ってみてください。バカ。あ、くそー、バカとか言いやがった。使うよ。どうですか。スレスレじゃねえかよ。これで弟子にしてもらえますか。するわけねえだろっつうんだよ。なんで分かってくれないんですか、この分からずや。なんだと。お前もう一遍言ってみろ。おー、言ってやるよ、このクソゲス野郎。変わったな。ひどくなって帰ってきたな。どうしても弟子にしてくれないならビルの屋上から舞い降りてやる。ふわーっと降りてきそう。なんか無事で済みそう。いや、本当に飛び降りますよ。出来もしないこと言うんじゃねえよ、お前。これが冗談を言っている人間の目ですか。口閉じろっつうんだよ。つうかの、お前から真剣味が伝わらないんだよ。何言うてるんすか。そういうとこだよ。こういう時は手ついてでも頼み込むもんだろ。お願いします。僕は食べるじゃねえよ。床にお願いします。ここがうちから一番近いんで。めっちゃ距離じゃねえか。意外とバカ。どうもありがとうございました。マンションとかでね、うん、やっぱり気をつけないといけないのっていうのはやっぱトラブルですよね、うん、まあ確かにね、ね、隣人トラブルとか怖いですよ、はい、ちょっとの物音でね、うん、文句言ってくる人いますからね。いるんですよ、やっぱりね。ピンポン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 。いや、もうちょっと叩くか鳴らすかどっちかしてくんねえかな。ピンポンピンポン。はい。あれ、お隣の佐藤さんどうしました。ちょっとあなた非常識じゃありませんか。非常識。僕がもうちょっと静かにしてもらえませんかね。いや、静かにしてましたけどね。してませんよ。さっきからビールを継ぐ時のっていう音が響いてきてるんですよ。響かないでしょ、そんな音。響いてますよ、その音が邪魔でね。ああ、こっちはドラムの練習ができないんですよ。あんた非常識だな。マンションでドラムやるんじゃねえわ、そんなもん。うるさいのはビールを継ぐ音だけじゃありませんよ。え、飲み干した時の。もう響いてきてるんですよ。響かないですよ。あんたずいぶん耳いいな。え、いや、あんたずいぶん耳いいな。え、なんでこれ聞こえないんだよ。あ、まあ、聞こえんのにこれ聞こえねえのかよ。つうか、そんな些細な音だったらそんな大した迷惑かけてないでしょ。かけてますよ。さっきコーヒーをたっぷり飲んだしね、うん、こんなんじゃ私もう眠れませんよ。そう、コーヒーのせいですよ。それがカフェインの力ですよ。つうか、まだ寝る時間でもないでしょうよ。寝る時間じゃない、はい、失礼ですけど、お宅何されてる方。いや、僕芸人ですけど。芸人さん、はい、芸人さんみたいなね、特殊な仕事の人には分かんないでしょうけどね、私らみたいな普通の錬金術師はね。錬金術師。もう初めて見た。すっげえ特殊ですね、あなた。とにかくこれ以上うるさくするようだったらこのマンションから出て行ってもらいますからね。ちょっと待ってください。なんで俺が出て行かないといけないんだよ。あんたはこんなところでくすぶってるような男じゃない。何なんだこいつ。何してんだ俺の。あのね、人間が生活してるんですよ。少しの物音も立てないなんて 100% 無理。たとえ 100% 無理でも残りの 1% にかけて。残ってません。のマックス 101% なのかな。まったく、これだから最近の同世代は。同世代かよ。つうかね、ちっちゃな物音で文句言いすぎなんだよこの神経質野郎。ちっちゃな物音で文句言いすぎなんだよこの神経質野郎だ。あんた今何つった。いや、そうやって言ったんですよ。寝てたじゃないですか全部。あなたね、言っていいことと悪いことと、そのどちらでもないことと様々。ああ、まあ、どうなったそれ。よくわかんねえな。もうあったまってきた。あったまったんだ。あったまったんじゃねえのか。こうなったらもうはっきり言わせてもらいますよ。何ですか。あなたね、近所名物なんですよ。近所迷惑でしょ。しかも帰ってくんないから。帰るわけにはいきませんよ。あんたと喋っても時間の無駄なの。は、時間の無駄って言いました。時間の無駄って言いました。そんなこと言うんだったらちょっとここ押してもらっていいですか。何だろう。こういうのを時間の無駄。じゃあやるんじゃねえわ。結構全然時間の無駄。意味がないでしょっつってんですよ。もういいからとっとと帰るよこのクソジジイ。なんだとこの生地像。うるせえクレーマー親父。わんぱく工事現場。悪口独特だな。ピンとこないんだよバーカ。貴様ら一人だよ。何人に見えてんだよ。うるせえ、全員まとめてかかってこい。一人だっつってんだ。怖えよお前。お、なんのか、なんのか、お、寒いのかお前。
紛らわしいなバカ誰だお前。とっととこのマンションから羽ばたいていけ。いい感じで言うんじゃねえよ。どうもありがとうございました。思うんですけどね、はい、やっぱり男っていうのはねロマンを追い求めるもんだと思うんですよね。あロマンね。マロンじゃねえよロマンだよ。言ってねえよ。マロンってただの国じゃねえか。言ってねえ。そんなもん追い求めてもしょうがない。言ってねえ。ただイガイガしてるだけ。言ってねえっすよ。しつこいな。あ言ってねえ。ちゃんとロマンって言いましたよ僕。で男のロマンって言ったらねやっぱり登山かなと思うんですよね、うん、あ登山、まあ、登山家ってかっこいいじゃないですか。かっこいいよ、ね、あなたはなぜ山に登るんですか。そうそこに山があるからです。いいね。何をわけのわかんないこと言ってやがる。かっこいいって話だろ。登山家かっこいいっていう話でしょ。あそうかっこいいなっていう話ね。けどね登山家もねかっこいいばっかり言ってられないのよ。なんで。そりゃそうですよ。雪山なんか登ってね、うん、遭難とかしたらどうするよ。あそりゃ確かにね。ね、うん、しかもね一緒に登ってるね仲間がね、うん、こう眠りそうになったらさ、うん、それをお前起こしてやらないと大変なことになるんだから。そりゃそうですよ。そうよ。一緒に登山に行っててね仲間が眠っちゃうっていうことはね俺との登山はよっぽど退屈だったってことになりますからね。違う違う。あいつと登山行っても面白くねみたいな。大変じゃないだろ別に。違うこれしっかり起こしてやらないと死んじゃうんだよ。そうですよ。仲間が眠っちゃったらねこっちは寂しくて死んじゃいますよ。お前じゃねえ。何言ってんの。鉄は寂しいと死んじゃいますからね。何ウサギみたいなこと言ってんだよ。人参って美味しいですよね。ウサギみたいなこと言うなっつってしつこいな。じゃあ登山家の話でしょ。登山家の話じゃあね仲間が眠れそうになったら起こしてやる、うん、そんぐらいのやっぱ絆の強さが大事な。あそうね、うん、うわやばい睡魔が起こってきた。おい寝るぜ、ね、おい寝るなよ。おい起きろって。おいあー俺もう起こしたからな。諦めんなよ。もう自分で起きろよ。起きれないよ。俺は起こしたんだから。しっかり起こせよお前。俺が起こしたらパッと起きたらいいじゃん。何言ってんの。もう体温も下がってるし、うん、そうそう簡単に起きないの。簡単には睡魔には勝てないのよ。えお前水泳得意っつってたじゃん。睡魔じゃねえよ。睡魔だよ。睡魔ね。あいつ睡魔の話するんだここで。ガチャンと起こさないと。なるほど。うわやばい。おい起こさ眠たい。おいクロス寝るなよ。今眠ったら夜寝れなくなるよ。何で心配してんの。今も夜も寝ちゃダメ。うわ眠たい。寝るなよ。せっかく来たんだから楽しもうぜ。危機感ゼロだな。お前雪山軽く見すぎ。だってすぐ寝ちゃったらもったいないでしょうが。お前何言ってんの。っていうかねそもそも、うん、なんで寝ちゃダメなのか分かってる。え北枕だから。わ全然違う。えだって何言ってんの。北枕で寝ちゃったらね縁起が悪いんだよ。大したことないよ。雪山で寝ちゃうと死んじゃうんだよ。そんなの迷信でしょうが。北枕だよ。それおばあちゃんが言ってるだけだよ。北枕の方だっつんだよ。なんで雪山で寝たくらいで死んじゃうんだよ。だから雪山で寝ると体温が下がるんだよ、うん、だから死んじゃう、うん、だから寝ちゃダメなんだ。体温が下がるから寝ちゃダメなんだ。そう。あ成績が下がるから部活しちゃダメみたいな。違う。お母さんがよく言ってた。全然違う。それとはこれだけは言っとくぞ。冬の山をなめんな。じゃあ夜の女に惚れんな。何の話。惚れてねえよ。夜の女に惚れちゃダメですよ。何言ってこっちがいくら本気になってもね向こうからしてみたら商売なんですよ。お金のために優しくしてくれてるだけなんです。まあそれは分かってるんだけどそれでも騙されちゃうんですよね。男ってバカだね。お前がバカだ。何をベラベラ喋ってんの。夜の女に惚れんなって。雪山の話でしょ、はいはい、問題解決してないよ。おちゃんと答え。うわやばい車が襲ってきた。おい眠たい。クロセ起きろよ。今眠ったら死んじまうぞ。おいリズムが悪い。どんどんすんな眠たくなるから。おいクロセねんねんするなよ。おっきしろよ。そうだ言葉遣いすんなお前。この時の筆者の気持ちを考えながら13番先生みたいなことじゃちゃってねえ。悪い歌スーマが襲ってきた。ダパンパスダパンパスダパンパスダパンダパンスーマじゃねえよ。お前そんなだったらなお前が寝ても誰も起こしてくんないぞ。大丈夫だよ俺枕変わったら眠れないんだよね。もういいよ。最近思うんですけどね、はい、やっぱり男っていうのはねロマンを追い求めるもんだと思うんですよね。あロマンね。マロンじゃねえよロマンだよ。言ってねえよ。マロンってただの国じゃねえか。言ってねえ。そんなもん追い求めてもしょうがない。言ってねえ。ただイガイガしてるだけ。言ってねえっすよ。しつこいな。あ言ってねえ。ちゃんとロマンって言いましたよ僕。で男のロマンって言ったらねやっぱり登山かなと思うんですよね、うん、あ登山、まあ、登山家ってかっこいいじゃないですか。かっこいいよ、ね、あなたはなぜ山に登るんですか。そうそこに山があるからです。いいね。何をわけのわかんないこと言ってやがる。かっこいいよ話だろ。
登山家かっこいいっていう話でしょ。あ、そう、かっこいいなっていう話。ね、けどね、登山家もね、かっこいいばっかり言ってられないのよ。なんで？そりゃそうですよ、雪山なんか登ってね、遭難とかしたらどうするよ。あ、それは確かにね。ね、しかもね、一緒に登ってるね、仲間がね、こう眠りそうになったらさ、そのまま起こしてやらないと大変なことになるんだから。そりゃそうですよ。そうよ。一緒に登山に行っててね、仲間が眠っちゃうっていうことはね、俺との登山はよっぽど退屈だったってことになりますからね。違う違う。あいつと登山行っても面白くねえみたいな。大変じゃないだろ、別に。違う、これしっかり起こしてやらないと、死んじゃうんだよ。そうですよ。仲間が眠っちゃったらね、こっちは寂しくて死んじゃいますよ。お前じゃねえ。何言ってんの。鉄は寂しいと死んじゃいますからね。何ウサギみたいなこと言ってんだよ。人参って美味しいですよね。ウサギみたいなこと言うなっつって、しつこいな。じゃあ登山家の話でしょ。登山家の話じゃあね、仲間が眠れそうになったら起こしてやる、そんぐらいのやっぱ絆の強さが大事なの。ああ、そうね、うわー、やばい、睡魔が襲ってきた。おい、スロース、ね、おい、寝るなよ、おい、起きろって、おい。ああ、俺もう起こしたからな。諦めんなよ。あと、もう自分で起きろよ。自分で起きれないよ。俺は起こしたんだから。しっかり起こせよ、お前。俺が起こしたらパッと起きたらいいじゃん。何言ってんの。もう体温も下がってるし、そうそう簡単に起きないの。簡単にはスイマーには勝てないのよ。え、お前水泳得意っつってたじゃん。スイマーじゃねえよ、スイマーだよ。スイマーね。あいつスイマーの話すんだ、ここで。ちゃんと起こさないと。なるほど。うわ、やばい、太陽さん、眠たい。おい、クロス、寝るなよ。今眠ったら、夜寝れなくなるよ。何の心配してんの。今も夜も寝ちゃダメ。うわ、眠たい。おい、寝るなよ。せっかく来たんだから楽しもうぜ。危機感ゼロだな。お前、雪山軽く見すぎ。だってすぐ寝ちゃったらもったいないでしょうが。お前何言ってんの。っていうかね、そもそも、なんで寝ちゃダメなのか分かってる。え、北枕だから。わ、全然違う。え、だって何言ってんの。北枕で寝ちゃったらね、縁起が悪いんだよ。大したことないよ。雪山で寝ちゃうと死んじゃうんだよ。そんなの迷信でしょうが。北枕だよ。おばあちゃんが言ってるだけだよ。北枕の方だっつんだよ。なんで雪山で寝たぐらいで死んじゃうんだよ。だから、雪山で寝ると体温が下がるんだよ。だから死んじゃう。だから寝ちゃダメなんだ。体温が下がるから寝ちゃダメなんだ。そう。あ、成績が下がるから部活しちゃダメみたいな。違う。お母さんがよく言ってた。全然違う、それとは。これだけは言っとくぞ。冬の山を舐めんな。じゃあ夜の女に惚れんな。何の話。惚れてねえ。夜の女に惚れちゃダメですよ。何言って。こっちがいくら本気になってもね、向こうからしてみたら商売なんです。お金のために優しくしてくれてるだけなんです。まあそれは分かってるんだけど、それでも騙されちゃうんですよね。男ってバカだね。お前がバカなんだ。何をベラベラ喋ってんの。夜の女に惚れんなって話。雪山の話でしょ、はいはい、問題解決してないよ。ちゃんと起こせ。うわ、やばい、車が襲ってきた。おい、眠たい。クロス、起きろよ。今眠ったら死んじまうぞ。おい、リズムが悪い。どんどんすんな、眠たくなるから。おい、クロス、ねんねんするなよ。おっきしろよ。そうだ、言葉遣いすんな、お前。この時の筆者の気持ちを考えながら13分。先生みたいなお母ちゃんちゃんとねえって。わかった、スーパーが襲ってきた。ダパンパン、ダパンパン、ダパンパン、ダパン、ダパン。スーパーじゃねえよ。お前そんなだったらな、お前が寝ても誰も起こしてくんないぞ。大丈夫だよ。俺枕変わったら眠れないんだよね。もういいよ。どうも、ありがとうございます。お願いします。まあまあね、今日はね、何の話をしようかなと、今2つほど迷ってるんです。2つ悩んでる。何でしょうか。どっちの話がいいですかね。どっちどっち。街で女の子をナンパした時の話と、いいじゃないですか。船で沖に出てナンパした時の話。それはやめとこ、それはやめとこ。いろいろあったから。どっちもナンパの話なんですよ。もう一個の方はやめとこ。いろいろあったからやめとこ。いろいろあったからね。そうそう、街のナンパの話聞きた。はい、この間僕ね、女房がいるにもかかわらずナンパしちゃったんですよ。あららら、ダメじゃないですか。これがまたね、いい女でね。あ、そう。もし花に例えるならば、まるでとても綺麗な花。下手くそだな、ね、一つも例えてないじゃん、それだったら。まずはその出会いから話をしたい。あ、出会いちょうだい、出会いちょうだい。で、その日はね、午前中、まあ、なんだかんだあったんだけど、午前中なんだかんだあったの、まあまあ、車にはねられたとか、なんだかんだあったんだけど。だいぶあったね。だいぶなことあった。その日の午後ですよ。午後。俺、新宿の街を、ぼーって言いながら歩いたわけ。言ってたの、ぼー、ぼー、ぼーって。だいぶ怖いやつだぞ、お前。そしたら、あれ、プだったかな、ペだったかな。え？あ、思い出した。パだ。パ？うん。パって見たら、あの、そこ忘れる？パだった。そこ忘れてたらいい。パだった。それはパだろ。パって見たら、向こうの方から、ものすごい美人って書いた T シャツを着た女が歩いてる。すごい女の子だよ。
そんなハードル上げてあげたの？26、7ぐらいかな。あ、ちょうどいいじゃない、そう、まあいい、まあ、男の俺でも 26.5 センチだから、うん、まあ結構、うん、足のサイズ、うん、ちょっと大きいかな、だったらちょっと大きいで、やっぱり男だからお尻を見ちゃうよね、うん、お尻好きなんですよ、でお尻見たらさ、うん、もう歩くたびにプリップリッっておならしてんのよ最低、もう超最低で、髪の毛なんかもさ、サラッサラの綺麗なロングヘアをバッサリ切ったようなショートカットでさ、あ、短いのね、お前の想像だ、その子がまたふわーっといい香りのする焼き鳥屋の前を歩いて、焼き鳥屋がいいよ、その子の匂いじゃないよな、うん、なんだよ、でもね、あんまり後をつけたら怪しまれる、怪しいよ、それは危ないよ、もしかしたら警察に通報されるかもしれない、それはもう怖いからね、今そこでよ、俺はちゃんと警察に捕まる覚悟を決めてついてる、あ、策ゼロだ、秘策ゼロで言ったっていう話ね、今そしたらその時だよ、急にその子はパッと振り返って、え、ちょっと何なんですか、さっきからついてこないでくださいって言ってきたらどうしようという不安に襲われたわけ、言われたわけ、言われたわけじゃない、ところが意外にもよ、うん、すいません、駅はどっちですかって、その子の方から俺に話しかけてくれたらいいのにね、うん、あ、言われたわけじゃない、ね、それだったら話早いのね、そうだな、そう、そしたら急にその子がバーッと走り出して、走り出したの、俺も骨折した左足を引きずりながら、うん、あ、骨折してんの足、そう、午前中車にはねられてんのか、あ、だから骨折してんの、そうそうそう、病院行けよお前、だったら今度はね、その子はタクシーに乗っちゃったの、タクシーに乗っちゃったんだ、俺もやばい、見失うと思って、俺も急いでタクシーに乗り込んで、もう心臓はバクバクですよ、ママみたいじゃん、でその隣でその子ももうびっくりしてるわけよ、同じタクシー乗ったの、そりゃそう、追いかけてる、後ろとかじゃなくて、うん、でもう車内にもう気まずい空気が流れた、その時だよ、おい鉄道と、お前は芸人だろと、そりゃそうだ、そんな空気ぐらい喋りで何とかしろよと、運転手が急に俺に言ってきたわけよ、運転手が言ってきたよ、お前関係ねえだろ、ふざけんなよ、だいたいお前に跳ねられたせいで俺足を そいつに跳ねられたの、そう、そのタクシー、すごい偶然、なんだこの状況、そしたらその急によ、急にその子の方が一緒に食事でもしませんかって、その子の方が誘ってきたのよ、すごいな、俺も夢じゃないかと思って、もう思いっきりほっぺたをつねったら、つねったんだ、もうその子が痛がる痛がる、あ、その子つねたんだ、そう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 、自分つらつねたんだ、ね、そんなね、出会いをした女房がいるにもかかわらず、うん、この間ナンパをしたっていう、女房との出会いなの、そう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 、ややこしいな、その女房がいるにもかかわらずナンパしたの、ナンパしたの、最初ね、俺ね、渋谷をね、ブラ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 言いながら歩いたわけ、それも言ってたんだ、そしたらあれプだったからペだったから、いや、パでしょ、思い出した、ペだ、パだよ、うん、ペ40のポスターが貼ってあったんだ、それがペだ、うん、それパじゃないよ、そのポスターの前に綺麗な女の子が立ってるわけよ、立ってたんだ、まあ結構年は言ってんだけど、まあ、32、3個上、まあ、だいぶ言ってんだから、ちょっと言ってんな、その子をナンパしようかなと思ったんだけど、うん、その時俺は考えたね、何を考えた、女房がいるのにナンパなんかしてもいいんだろうかと、まあそれは確かにそうですね、そうでしょ、隣に女房がいるのにナンパなんかしても、隣にいるのかよ、だから女房がいるのにっつってんじゃん、じゃあできるわけねえだろ、ナンパしたんだけど全然うまくいかなかった、アタメイドルフォーがバタリが、どうもありがとうございます、お願いします。ありがとうございますね。タイムマシンはマイクが高い。ね。お願いします。もうね。これだけのお客さんにね。いや、本当にありがたい限りでございます。これも一つの出会いですからね。やっと出会いましたね。まあ、10年後になるか、20年後になるかは分かりませんけどね。何ですか？いつかまた今日のこのメンバーで集まれたらいいな。それは無理かな。まあね、お忙しいですからね。そんなん言ってますけどね。僕らもういいおじさんなわけですよ。いや、そうですよ。ね。もう子供が幼稚園ですからね。ねえ、そうなんですよ。幼稚園って言ったらあの歌を思い出しますよね。何ですか？あの、1年生になったら。よく歌ってたね。あれ、かわいらしいんですよね、かわいらしい歌ですよね。1年生になったら。みんなで歌うんですよ。1年生になったら。かわいらしいの、本当に。愛する女ができるかな。天使のようなその瞳で、微笑んでおくれ僕のマリア。かっこいいらしいの、お前さ。グレイさんが歌ってんのか、グレイさんが。これ、違う。ほら、と、また100人できるかな。100人で書きたいな。鏡に偶中でさよなら。いや、何があったんだ、それ。アン・ルイスが歌ってんのか、お前。違う。100人で食べたいな。富士山の上でおにぎりを。パクン、パクン、パクン。てめえ、おにぎり何でやった？何始まった？これ隣で。心配することはないわ。ただの睡眠薬よ。誰なんだ？あなたは友達を作りすぎた。別にいいじゃねえか、お前さ。
なんで友達100人作ったら睡眠薬飲まされるんだよ。そういう組織があるんですよ。なんだそういう組織っつうのね。可愛いばっかりは言ってられないですよ。そうですよ。で親ですからね。しつけもしないといけないですからね。まあまあ子供なんてよくおねだりするでしょ。しますね、なあ、あれが欲しい、これが欲しいなんてね。はいはい、特に俺、犬飼ってなんて言われますけども。絶対言いますからね。いや、それは簡単に飼わしちゃダメなんですよ、今ね。そんなもん。そりゃそうですよ。僕なんか厳しくペッて言いますよ、そんなもん。しつけできる。しつけできます。そんなもん簡単に甘やかさない。よし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 。ほら。よし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 。やしよし。おー、びっくりするかと思った。してたじゃん。ビリしてビリしてたけどな。お父さん何やってんの。あ、いるじゃないか。お前なんだこれ。お前あのこの子空き地に捨てられてたんだ。えねえお父さん、ブリーダーってよくない。えブリーダーっていう響きかっこよくない。トップブリーダーって憧れな。自分自身トップブリーダーと呼ばれてみたいと思わない。飼いたいのか。うん、正直言えよ。お前何なんだよ。飼いたい、この子飼いたいよ。ダメだよお前よ。お前お願いだよ。もう名前も考えてあるんだ。なんだよ。ノーウォー。すげえ名前だな。世界平和のためにノーウォーと付き合うと思う。かわいそすげえだろお前。荷が重いよ子犬にはお前。お願いだよ。僕いい子になるから。大嫌いないちご大福も食べるから。食わなきゃ食わないでいいわ。そんな栄養あるもんでもねえだろお前。なんでダメなんだよ。お前はな、生き物を制圧するの下手くそだろ。確かにマリモの時は失敗したけど今回どうなるわ。マリモ無理なやつは無理。マリモで失敗したら犬絶対無理だからな。お前いいじゃないか、こんなに可愛いんだから。あのなお前な、可愛いだけで飼っちゃダメなんだぞ。この子は可愛いだけじゃないよ。とっても賢いんだ。えジャスティス。ね、もうジャスティスができるんだろ。ジャスティスが分かんないんだよ。どうやったらジャスティスになるんだよお前は。もうお願い、お願いだから。ダメだよ。お願い。ダメなもんはダメだ。お父さんのクズ。だいぶひどいこと言うなお前。なんだよバカだろ普通。お父さんなんかもう死んじゃえばいいんだ。地球にぶつかりそうになった隕石を食い止めて死んじゃえばいいんだ。英雄の死に方だなそれ。結構尊敬されるぞ。死んじゃえ死んじゃえ。お父さんなんか死んじゃえ。お前ら親に向かって死んじゃえとはなんだ。えじゃあ生きちゃえ。お父さん一人が何千年何万年と生き続けちゃえ。そして滅びゆく人類の育成をお父さんが見届けちゃえばいいんだ。お前お父さんの火の鳥読んだなお前。とにかくダメなもんはダメだ。お父さんなんかもう生理的に大嫌いだ。犬関係ないね。だったらおいいか哲夫な。生き物というのは命があるんだな。そういう命へ。あ、いや男泣きだなお前。なんなんだよ子供。いや背中で泣くなよお前よ。子供だったらワンとかエンとか言えよお前。分かった、もう分かったよ哲夫。え本気なんだな。うん分かった、勝っていいぞ本当に。はよかったね。 No war、 ずっと一緒にいれるんだよ。 No war、 それで決まったのか名前。こらこら、そんなに舐めるなよ。臭いし不衛生じゃないか。犬嫌いじゃねえかお前。いかがしろバカ。どうもありがとう。いやー今日も盛り上がったな、ライブの神様。いやー疲れたな今日も。よし帰るか。パンクブーブーの黒瀬純だな。はい、何ですか。振り向くな。はい、そのままの体勢で聞け。はい、今50メートル先のビルの屋上からスナイパーがライフルで貴様を狙っている。はあ、死にたくなければ動かないことだ。またまたそんな嘘ばっかり言って。あーはーはー、なんだよ本当に言ってきた。ちょっと何、あなた一体何なんですか。ファンだ。えファン、貴様のファンだ。え、ファンってあの、何度も同じことを言わせるな。あ、すいません。なんだよこの人、ファンじゃないよ、怖いよ、もうなんだよ。ネタってどっちが作ってるんですか。ファンだ。これファンがよく聞いてくる質問だ。答えろ。あ、はい、あの相方の佐藤です。そうか。はい、この間の静岡の営業でやったネタ、あれって新ネタですか。しかもすごい熱烈なファンだ。静岡までついてきてた。答えろ。あ、はい、あの、はい、新ネタです。そうか。はい、オンエアバトルにはちょくちょく出てるのになんでエンタには出ないんですか。テレビもめっちゃチェックしてるよ。答えろ。いや、それは僕に聞いても分かりません。出たかったんですけどね。そうか。はい、あの、僕からも一つ聞いていいですか。いいだろう、なんだ。あの、僕、なんで振り向いたらいけないんですかね。他のファンの子に見られるとまずい。え、なんでまずいんですか。ファンの子同士の争いって意外と怖いんですよ。あなたが一番怖いですよ。誰も争わないですって。あなたと写真を撮ってもいいか。写真ですか。写真だ。ああ、わかりました。はい、え、なにこれ、どっから撮ってんの。怖い、なんか怖い、なんか怖い。どっから撮った今。
ツーショットもいいか。ツーショット、わかりました。じゃあ僕そっち行きますね。顔をこちらに向けずにそのまま俺の前を通り過ぎろ。あ、はい、わかりました。自然にだ。あ、はい、わかりました。ツーショットって言うんですかこれ。これでいいんですか。戻れ。はい。あ、写メも撮るんですね。携帯持ってらっしゃるんですね。え、あ、何、何ですかこれ。拾え。はい。ゆっくりとだ。あ、はい。なんだ、鍵だ。新宿西口のコインロッカーのキーだ。え、その中に例の物が入っている。例の物、もしかして拳銃とかコカインとかじゃない。ファンレターだ。ファンレターですか。あと栄養ドリンクも入っている。なんでコインロッカーに入ってるんですか。もうそれ飲んで元気出してくださいね。ありがとうございます。最後に一つ聞いていいですか。いいだろう。なんだ、なんで僕のファンになったんですか。それはこの俺が誰よりも貴様のことを一番よく知っているからだ。え、どういうことです。例えばこんなことも知っている。何ですか。貴様、吉本のプロフィールに身長166センチと書いているが本当は163センチしかないらしい。ちょっとなんでそんなこと。すいません、見え張りたかったんです。いつも芸歴4年目ですとか言っているが本当は9年目らしいな。フレッシュ感を出す作戦までしている。ちょっと待ってくださいよ、それも組織の情報ですか。いや、こんなこと相方しか知るはずがない。待て。あ、もしかしてお前は。待て。お前は相方の。まだって、まだ今日はいろんな情報を用意してみた。え、え、ちょ、何してるの貴様。うわ、ちょ、何、何、え、何してるの。黙って聞け。貴様は13日にえ、ちょ、何してんの。新宿でコンパをしていたらしいな。いや、いや、いや、バキュンじゃないよ、何これ。え、何、何。この日が何の日だったかお前分かっているのか。この日は打ち合わせがあった日なんだ。いや、ちょ、何してんの。お前は39度近く熱が出ていたはずなんだ。え、ちょ、お前、お前怒られるぞ。何かってやってんの。全国放送だよ。関係ねえ、そんなもん。これはハローケイスケさんから聞いたちゃんとした情報だ。もうちょっとダメだって。ちょ、何、これ何なの。ちょっと黙って聞け。お前そのコンパで自己紹介するときに青山に住んでいると言ったらしいな。お前住んでるのは阿佐ヶ谷じゃねえ。これはアップダウンからの情報だ。お前彼女がいるな。いい、もうお前やめろよマジで。ちょ、なんでそんなこと言うの。お前は彼女に自分のことをジュンジュンと呼ばせて。お前もう、お前バカじゃねえの。お前初登場で何やってんだって。チャンスなくなるってこれで。お前ちょ、ちゃんとお前、エッタの収録が決まった時に居酒屋で後輩に俺売れたって言ったらしい。言ったらしいな。もう何だって。俺ばあちゃんにこれ出るって言ったんだって。もうもうそんなちゃんとやらんと仕送りが止まんだって。もうまあこれぐらいにしとこうか。俺の本当の正体明かそう。俺はファンではない、お前の相方だ。分かってるわ。どうも、番組部です。よろしくお願いします。まあまあ僕らもおじさんですからね。そうですね、おじさんになってくるとね、もうあれが怖いですよ。何ですか。あの、引っ越しですよね。何が怖いんですか。引っ越しが一番怖いですよ。いや、引っ越しの時って重たい荷物を持ち上げて運ばないといけないでしょ。そうよ。そう。でもその瞬間に向こう側を持ってるやつとタイミングがずれちゃったら腰グキってなっちゃうじゃん。まあまあ確かにね、うん、掛け声かけたらいいじゃん。掛け声 1,2 の3でいいじゃん。なるほどね、その発想なかったわ。いや、ない、普通あるけど、うん、みんな大体掛け声ね。ちょっと練習してみていい。なんだ掛け声の練習。俺掛け声とかやったことないから。やったことない。友達いないから。あ、そか。でここに荷物あるとして、荷物がここあるでしょ、うん、かき声ね。でこうやって持つでしょ、持つでしょ。はい、行くよ、行くよ、はいはい、1、2の3。遅いな、遅れたね、ごめんね。遅い、行くよ、1、2の3。遅いんだよ、もう、なんで、1、2の、全然危ねえな、お前。超難しいじゃん。遅いんだよ、なんで一歩遅れて入ってくるんだよ。なんで1の時でずっと揺れてんだよ。いつ来るのかドキドキするんじゃん。これでタイミング合わせるの。ちょっと待って、最初の1が合わないから、うん、その前に一旦カウントダウン入れていい。何カウントダウン。カウントダウンしてから1に入れば1が揃うわけじゃん。めんどくさくない。いや、1を揃えないと開けられない。めちゃめちゃあるんだよ。いや、合わせない。カウントダウンした方がいいから。絶対揃えない。いくよ、はいはい、はい、10 10から。え、20から行こうとしてんの。いや、そうじゃないよ、お前。おじさん10これ無理。
うん、ポキポキポキってなっちゃうから、うん、3からでいい。あ、3からでいい。3からでいいよ、お前。いくよ。はいはいはい、はい、3、2、1、2の3。ちょ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 、どうなったどうなった今。どうなった、こんな感じだった。俺のポーズじゃないんだよ、うん、お前がどうなったかじゃない。1かぶってんだろ、お前。1かぶるってない。3、2、1の1と1、2の3の1かぶってる。3、2、1の1、2の3、うん、何。いやいや、もうだからいいや、0入れよ、0。あ、カウントダウン0までいくの。0までいって。あ、なるほど。そうじゃないと分かんなくなるから。そうかそうか、いくよ、はいはいはい。3、2、1、0、1、2の3でしょ。違う違う、俺たち今まで1、2の3でやってきただろ。なんで急にお前2の派になったんだよ。あ、そうか、え、1、2の3。違う、だから1、2の3だよ。テンポが大事。1、2の3。お前のは1、2の3。なんぞなんぞなんぞ、その手裏剣みたいなやつかっこいいかも。ここに食いつかなくていいんだよ。1、2の3。1、2の3。違う、お前だけど、ノー入れんな。1、2の3。なんぞなんぞなんぞ、手裏剣みたいな。これどうやんの、こういう話じゃないんだ、俺がやったのは。1、2の3。何がやりたいんだ、お前。どこ行くのこれ。違うって。ちょ、ややこしい、ややこしい。この掛け声苦手だわ。もうちょっと別のやつない。じゃあいいよ、もう思い切ろ。思い切ってもう海を渡る。お、どう？英語でやろう。英語の掛け声。英語でほら、レディーゴー、レディーゴー。あ、レディーゴー。レディーゴーだったらいいでしょ。なるほどなるほど。かっこいいし。かっこいいね。レディーゴーで引っ越したら。え、レディーゴーで引っ越したらかっこいいってない。かっこいいかっこいい。あの隣の人がかっこいいってなるから。え、隣の人がかっこいいってなるからってね。かっこいいってなるから。かっこいい家族だね、だったねって言うから。言うの？言うから。だ、お前がやレディーゴーって。ああ、俺が合わせる。合わせてくる？はいはいはい。行くよ。はいはいはい。レディーゴーノーゴー、初めて聞いた。ちょっと待って、なんでなんダサいんだよ、なんだレディーゴーノーゴーって。違ったっけ。違う違う、レディーゴーでいけっつって。ちょっと待って待って、英語慣れてないから難しいわ。ちょっともうなんだよお前、うん、じゃあいい、お前の慣れたやつでいいわ。慣れたやつそれに合わすから。じゃあ俺の地元でみんなが使ってるような外国語で。ああいいよ。でも地元違うから分かんないし。変わんない変わんない。合わせられる。僕福岡なんです。福岡でしょ。福岡は三ノーが入ってる。そうだよね、これ方言なんだけど、ね、でも大分だよ、隣の県。うん、わかるよ。あ、わかる。任しとく。あ、ほんと？バカにすんだよ。じゃあちょっと合わせよ。大体一緒なんだから、こういうの。あー、違う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 。いや、違くない。違う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 。ガー！掛け声なんだ、これ。ガウで上げなきゃ何が落としてるの？なんだこの掛け声。わかるわかる。地でガウ。いやいや、これ一緒に荷物上げんのに。なんでこんな否定されないといけないんだよ。これも無理だ。やりたくないんだよ。やっぱりお互いが知ってるリズムじゃないと合わないよ。じゃあもういい。もう歌にしよう。歌？歌歌。お互い知ってる。しかも力が出て、うん、ここでしか上がらない歌がある。そんなのある？あるのよ。ある何？ビーズの、ビーズさん。あ、ビーズさんね。ビーズさんのウルトラソウル。うん、あー確かに力入る。力も入るし、うん、もう上げるとこあそこしかない。ウルトラソウルといえばね。そう。あ、はいはいはい、頭の中あるでしょ。はい、あの部分ね。そう。あ、これは揃うわ。まあ、あえて言わないけども。あそこの部分でしょ。あそこの部分。オッケーオッケー。よしよし。あ、これ揃うわ。そしてから歌い出すよ。オッケー。あ、そっくりだよ。はい、いくよ。はいはいはい。そして輝くウルトラソウル。ヘイヘイか、お前。ヘイでしょ。なんでヘイの方で上げるんだよ。ウルトラソウルといえばヘイが醍醐味でしょうよ。ヘイはオーディエンスがいいんだよ。うん、俺たちはビーズさん側なんだよ。ビーズなんだから俺たちは。ビーズさんはいい。ビーズさんの別の曲にしよう。ない。もうウルトラソウル以外ない。いや、レディーナビゲーション。いや、あげるとこないだろう。いや、そっちの方がもう世代的に合うから合わせやすい。あと、あんまりみんな知らない。いや、知ってる、みんな知ってるから。みんな知らない。できるから。どこでやんの ?NAVIGATION。降りてんじゃないか、最後。これ降りてもらうのか。あと、なんでその場で上げたり下げたりしないと。下げたりいらないのか。この体力がもったいないだろ。あ、歌もダメか。なんかもう一言でガッと力が入るようなワードとかないかな。いや、そんな都合のいいやつないんだよ。あ、あれどう？おっぱい。え？おっぱい力入るでしょ。おっぱいだったら違うとこ力入るだろう。いや、でもパイっていう破裂音がグッと力入ると思うんだよね。上げるとガンって当たっちゃうぞ、お前。大丈夫か？そんなにないって大丈夫か？大丈夫、うん、そんなにないとか言うなよ。大丈夫、かすりもんさんから。え、おっぱい、おっぱい、いくよ、はいはいはい、はい、おっぱい。おお、揃う、これ揃う。すごいね、やっぱおっぱいいいね。おっぱいっていいよね、やっぱ。おっぱい。やっぱ偉大だな、おっぱいって、ね、おっぱい。引っ越しが恥ずかしいわ、お前。なんだおっぱいおっぱい言っていい、バカが。でもパイっていう破裂音がいいと思うんだよね。いや、それもうないよ、うん、パイ。おっぱい以外ないだろ、うん、どうすんの。あ、アップルパイどう。あ、アップルパイ、うん、アップルパイ可愛いからいい。あ、そっちの方がいいよね、うん、じゃあ行こう。よし、行くよ。はい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 、はい、おっぷるパイ。おっぱいが残っている。おっぷるパイって言っている。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ですね、ありがたい限りでございますけども、ね、これだけのお客さんに、ね、うん、来てもらえると本当に嬉しいことですね。使いますよね。まあ、あの10年後になるか20年後になるかは分かりませんけどね。何ですか。いつかまた今日のこのメンバーで集まれたらいいなって。絶対無理です。
そうですか。絶対無理ですよ。みんな来てくれないんですか。いやまあね、来たいですけどね、いらっしゃらない方もいるかもしれないですよね。いろんな方がいらっしゃいますね。いろんな方がいらっしゃいますね。まあまあそんな言ってますけどね。今日はね、何の話をしようかなと。今ね、2つほど迷ってるんですよ。2つ悩んでる。はい。何ですか。本当にあった怖い話と。いいじゃん。適当に作った長い話。いやそれはいらないですね。すんごい。それはちょっとご勘弁いただきたい。長い。8時間ちょっと。長いね。長いですよ。めちゃくちゃ長い。だったら怖い話の方がいいですよ。あ、そっちの方がいいですか。8時間ね、喋られてもね。でも本当に怖い話です。いいじゃない。そっちの方がいいよ。あのね、俺の家からね、うん、ちょっと行ったところに、うん、もう何年も前に潰れてしまいそうになった病院があるんだけど、その病院潰れてない。潰れてはないよ。潰れてしまいそうになっただけだから。あ、そう。そこからちゃんと経営を持ち直したから。あ、そう。うん、そう。相場代で潰れてんだけど。潰れてない、潰れてない。あ、そうなんだ。持ち直した病院があるんだけど。持ち直した病院。その病院のすぐ目の前に、幽霊の出る病院があるんだよ。で、その。別の病院なんだ。あ、別の病院。こんなややこしいな、それ。で、その病院にはいろんな噂があって。あ、そういうの聞きたい、そういうの。真夜中の手術室に少女が入っていくところを幽霊が見てたとか。幽霊が見てた。あ、幽霊が見てた。少女は幽霊じゃない。あ、少女は幽霊じゃない。多分患者さんだろう。ややこしいな。で、その幽霊っていうのが真っ青な顔をしてるからブルーレイって呼ばれてる。ダサいな。誰だそれつけたやつ。ダッセーわ。あと誰もいないはずの病室からナースコールが響き渡る。うわ、そんな一番怖いじゃん。ナースナースナースコールが響き渡る。そっちのナースコールか、うん、怖いかどうか難しいねそれね、うん、俺はそんな噂の真相を確かめるために真夜中にその病院に忍び込んだ。行ったんだもん。よく行けんなお前。まず俺は裏口からゆっくりと呪われながら入ってった。あ、早速え、もう呪われちゃう、うん、入り口で。そしたら次の瞬間、カツンコツン、カツンコツン、もう明らかに俺が履いてるハイヒールとは別のハイヒールの。お前ハイヒール履いてる。いや俺はハイヒール履いてるけど別のハイ。なんだって。それはそれで今俺のファッションはどうでもいい。いや怖えなお前。別のハイヒールのとか近づいてくるんだよ。俺もうそれでびっくりしそうになって。しないんだ。してないよ。ギリギリ耐えんの、うん、そこで急いで逃げようとしたらよ、ポンポンって。で、何かなと思ってパッと見てみたら、そこには血がべっとりついてて。うわー、怖い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 。俺もこのままじゃダサいと思って、急いでジャンパーをリバーシブルにして。あ、そっちが気になる。ダサいから。ファッションの方が気になるんだ、お前。で、本当は怖かったけど、その恐怖と吹けを振り払って。吹けついてたんだ。ひっくり返したばっかりなのに。そしてゆっくりと7分ぐらいかけて振り返ったんだよ。かけたねー。ずいぶんかけたね、7分。いや、そしたら目の前によ、長い髪の方が似合いそうな短い髪の女が立ってたんだよ。好み、お前の好みな。で、その女がよ、私を殺したのはお前かって言ってきたんだ。だから俺は、いえ、違いますって言ったんだよ。言うな。そしたらもうそっからは水かけろ。言い合ったの？幽霊と？お前じゃねえの、違いますけどねって。バリバリ喋んだな幽霊って。ガンガン来るから。怖いなそれ。そんなん言いながらその中スーッと消えて、ただ床だけがビチョビチョに濡れてたんだよ。本物じゃん。俺も水かけ論の水だと思って。絶対違う。なんで実際濡れて。急いで逃げようとしたんだけど、なぜかうまく走れないんだよ。ハイヒールだよお前それ。それでもなんとか家にたどり着いて、パッと鏡を見てみたら、もう着てる服が全然違う服になってたんだよ。リバーシブル！ひっくり返したじゃんそれ。いや、そんな経験をした警備員がいるって噂とか、あと、お前の話じゃねえのか。もういいかげんしろバカ。どうも。ということでね、はいはい、初めてのファイナルね、頑張ってますけどね。頑張りますよ。ね、今ね、こうやってね、漫才やってますけどね。やってますよ。なんかね、他のね、仕事もちょっとしてみたかったな、なんて思うんですよ。他の仕事。他の仕事ね。何？なんか例えば、車掌さんとかね。キノコ号？うん。いや、キノコ号違う。それ、飛び石連休さん。あ、それ飛び石連休。前の前のね、キノコ号違う、うん。車掌さん。電車の、なんかちょっと特徴あるでしょ？喋り方ね。難しいよ、喋り方特徴あるから。そう、難しいんです。あれ、どうやってやってんのかなと思うんですよね。次は東なけな、東なけなです。お、うまいですね、あなた。俺、普段もう車掌のことしか考えてない。ああ、そう。車掌になったらいいのにじゃあ。え、教えてよ、じゃあ。ああ、じゃあ俺が特訓してあげるよ。ほんとは俺ちょっとやりたいからさ。俺の後に続いてやって。あ、続いて、うん。冷やしなかの、冷やしなかのです。やれ、うん、厳しいな。冷やしなかの、冷やしなか。違う。冷やしなかの、冷やしなかの。やれ。冷やしなかの、冷やし。え、うん。え、へんが、はや、うん。やれ。いや、だいぶ変わってきてないかな、それ。いや、そういう喋り方なの、やれ。そう？
違う、まあ、言ってないけども、いやちょっと、動きもいいの、動きもいい、助けて、いやちょっと助けてって言ってんじゃん、全然ダメだよそんなのさ。お前ね、あの東の発音が悪い。え、そう、ちょ東やってみて、東、東、なんだよ、やれ、ヒンハホーつってるよね、いや東、これが、それが東なんの、ヒンハホー、違う、ヒンハホー、ヒンハホー、違う、ヒンハホー、ヒーハーホー、違いが分かんない、やれはできずっとヒーハーホーって言ってたよ、やれはできんじゃん、いやいや、まあ、そうやってね、声出したいんですよ僕。あ、次にね、あの大事なのね、あのドアが閉まります。あ、なるほどね、ドアが閉まりますね、ドアが閉まります、ピシッ、あ、そうそうそう、あるある、それそれできる、ドアが閉まります。あ、だ、全然ダメ。え、なんで？が、あ、もう全然挟まっちゃう。いや、挟まっちゃう。全然挟まっちゃう。ドアが閉まります。あ、もう縦に挟まっちゃう。縦に挟まっちゃう。全然ダメ、全然。ちゃんと言える。いや、けど本番だって言いますよ、僕。ドアが閉まりますね。じゃあ、ちゃんと言えます。お前ちょっと甘く考えてない？ドアが閉まりますをさ。いや、考えてないよ。社長で一番大切なのはドアが閉まりますだよ。え、そうなの？お前こんな話してるかな？え、何？まあ、名前ぐらいは聞いたことあると思うけど、伝説の社長、岩本武彦の話。いや、聞いたことない。いるかいないのかもしれない。あの、ある社長がね、ドアが閉まりますと言ってたの。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ドアが閉まる。ダメだ！え？全然ドアが閉まらねえ！このままじゃダイヤは完全に乱れちまう！いや、ボタンが。この駅はもう、終わりだ。いや、オーバーじゃない？ボタン押したらだって閉まんじゃない？アンズルでない。オバマ様！オバマ様！その男は八番線より舞い降りて金色の扉を閉じるであろう。この駅に古より伝わる伝説じゃ。え、何言ってんの？しかし、オバマ様、ね、ヒューヒュー、なんだ急に風が、なんだあの男は、ザシャーン、あの男はまさか、ふぅぅ、バシキュー、ふぅぅ、ドアが、ドアが、ドア、閉まります、閉まります、閉まります。なんだ急にドアが光り始めた、ここ、プシッ、バカじゃねえのかお前、長長と何やってんのバカお前、なんてこった、継ぎ目が見えねえ、うるさいよ、伝説はまことにうるさいよ、おばば、なんでおばばが出てくるんだよそこ、そういうのがあって、オーバーだよ、ないよそんなこと、あったの、あったの、なんで光るんだ、こういうの、あと社長に大事なのは、あの指差し確認、指差し確認ね、それもできますよ、これ左、ああもう全然だ、あ、全然ダメ。どんどんみんなホームから落ちちゃう。なんで落ちちゃう？ちゃんとやってんじゃん、こうやって。お前こんな話してるかな？何？あの伝説の社長、岩本武彦の話。さっき聞いたよ、もう。彼の指差し確認はすごかった。何？ある社長が指差し確認をしてたのね。うん。あー、ダメだ！全然確認できねえ！このままじゃ完全にダイヤは乱れちまう！この駅はもう終わりだ。なんか一緒じゃねえか。アングルでない。おばば様。またババが出てきたよ。その男は八番線より舞い降りて、すべてのホームの安全を確認するであろう。しかしおばば様、ヒューヒュー。なんだ急に風が。なんだあの男は。ドドン。ちょっと。ここ。プシーン。ヒューン。プシーン。ガカン。ここ。何がビシンだよ。なんてやつだ。二つ先の駅まで確認しちまいやがった。無理だよ。伝説はまぐれ。うるさいババ。ガガ出てこなくていいんだよババが。そういうのがあってのなの。じゃあいいよ。けど他にもあるじゃんやること。そんな。あのマナーの悪いお客さんを注意することとかね。注意することできますよ僕ね。ええ、書き込み乗車おやめください。ああ全然ダメ。止ま、ダメ？全然。白線の内側までは。ああ全然ダメ。全然ダメ。岩本武彦のはすごかったよ。ものすごくマナーの悪いお客さんがいたのね。うん。いやあの電車に駆け込んでやるぜ。どんな客だよ。時は世紀末だ。待って、バシバシバシ。駆け込み乗車。おやめください。体が動かねえ。電車が一番。くそ。プシプシ。ブシュブシュブシュって何それ、どんな力持ってんのよ。ホームのギリギリに立ってやるぜ。どんな客だって、時は正規末の内側に。お下がりください、お下がりください。なんだ足が勝手に白線の内側にブシュブシュ。それブシュブシュって何なのね。電車の中で携帯を使ってやるぜ。携帯電話を切りください、お切りください。
なんだアンテナが急にグニャグニャ、お俺の携帯が逆向きに、うん、おやめください。ファイナルだろうがバカが一人で何楽しんでるか、ほう俺はすっげえ楽しいんだ今。お前だけじゃねえか楽しいの。いやでもこれぐらいやらないと一流の社長にはなれないよ。じゃあもう社長なんてもうバカバカ。どうもたくさん盛り上がっていただいて本当にありがとうございます。初めて見る方も結構いらっしゃると思います。もちろんそうですよ皆さん、ね、ぜひ覚えて帰ってくださいね。覚えて帰ってください。パンクブーブーと言いましてね。そうなんです。まあね、お笑いのコンビとしてはちょっと珍しめのコンビなんですよ、うん、まあよく言われちゃうんですよ、ね、そんな風にね、まあ、基本的にはですよ、お笑いのコンビって言ったらね、片っぽがブサイクだったら、そうそうそう、もう片っぽぐらいは男前なのがまあ普通のパターンじゃない、うん、結構ねみんなバランスが大体取れてるもんなんですけど、ね、まあまあ見て分かる通り僕らの場合ブサイク&ブサイクなわけですよ、まあ、よく言われるんですよ ね。あんま僕なんて思ってないんですけど、まあ歌手で言うならチャゲ&チャゲなわけですよ、ね、うん、それは失礼ですよ。それはねチャゲチャゲなんで、チャゲチャゲって何なんだ、逆に覚えやすいかなと思いますけどね。そうですね、今日よかったらね、コンビ名だけじゃなく、うん、なんかこう個人名も覚えて帰っていただきたいな、うん、そこまではいいです。はい、いやじゃないです、コンビ名だけ覚えて帰ってもらいましょう。せっかくです、さすがにそれぞれの個人名までもいいでしょうよ。なんでですか、そこはこんなたくさんのお客さんいらっしゃるんですから、はいはいはい、もう覚えてもらった方がいいじゃん。いや分かりますけど、今の時代ね、若手芸人なんていっぱいいるわけですから、お客さんはコンビ名を覚えるだけでも大変なわけですよ。いやまあ個人名ぐらい、いやいや、ましてや僕らが珍しい名前なとも、ともかく僕なんて佐藤哲夫ですからね、うん、もう佐藤哲夫なんてどこにでもある名前じゃないですか。そうですか、佐藤も普通で哲夫も普通で、合わせ佐藤哲夫なんてね、いやまあね、それにしても佐藤哲夫なんて名前、アピールしてんなお前、そうね、何回言ってんだお前、佐藤哲夫ですからね、佐藤哲夫ですよ。いやまあけど本当にね、佐藤哲夫なんですよ。確かに、佐藤しつこいよ、ね、方々に行くなよ、方々に覚えてほしいですから、ね、それね、佐藤哲夫、ありがとうございます。本番中なんでちょっと黙ってて、せっかく味方してくれたんだろう。ありがとうございます。頑張っていきましょうよね。ありがとうございます。今日ね、もう最近腹立つことも多いんですよ。そうなんすか。僕ね、この間ね、うん、電気屋さんに行って、うん、電気カミソリ買ったんですよ。やったじゃん。うん、まあ、やったじゃんって何それ。うんうん、俺の人生何年だ、快挙でもないよ。それがね、たった3日で壊れたんですよ。そりゃひでえな。ありますこんなこと。そりゃ文句言った方がいいよ。もう言ったの、言ってないの、まだもう何やってんの、ふざけんな、てめえ何やってんだ、何怒ってんの。俺まだ何も喋ってないけど、早く文句言った方がいいよ。それはいや、まだ文句言いには言ってないんですよ。言ってないの。そうけどね、ただこういうこと文句ってね、言ったことがないから。なるほど、経験がないんですよね。だからちょっとここでね、練習させてもらおうかなと。あ、練習しとくか。いい、ちょっと俺文句言いに行くから。じゃあ俺店員やれば。店員さんやってね。うん、どうなってんだこの店お前。これどうされましたお客様。お前どうしたもこうしたもねえお前。どうしたもこうしたもないんですか。もう申し訳ございません。いやいや、今後はどうしたもこうしたもあるようにいたします。どこで謝ってんの。どうしただけならまずこうしたの方が言ってねえだろうがよ。え、どうされたんですか。どうされたじゃないよお前、はい、この店で買った営業処理がな、はい、お前たった3日で壊れたんだぞ。そうなんですか。 あのお客様、その時のレシートか何かございますか。レシートあるよほら。確かにここでお買い上げですね。ああ、じゃあどうしてくれんだよお前。かしこまりました。それでは少々パニクらせていただきます。やべえ、どうしよう。何してくれてんだよ。レシート食べちゃう。勝手にパニクるなよ。最初にまず謝って、まず最初に。お客様、今回の場合はアイムソーリー、ヒゲソーリーでよろしいんですか。いいわけないじゃん。ヒゲソーリーの話めちゃめちゃ怒んぞ。違うんですか。ちゃんと謝って、ちゃんと。本当に申し訳ございませんでした。お帰りはあちらでございます。なんで帰らなきゃいけないんだよ。え、ヒゲソーリー壊れたまんま、はいはいはい、これ新品と交換して、はい、それが同じものがもうないんですよね。なんで同じものないんだよ。じゃあもっといいやつと交換して。これより上となりますと、もう芝刈り機になってしまう。別物じゃねえか。芝刈り機でひげを剃って。顎なくなるよ、顎が、ね。じゃあ払ったお金返せ。すいません、もう全部使っちゃいました。なんでお前が使うんだよ。だいぶ期間がありましたので。横領じゃねえかよ、はい、それだったら。じゃあなんかないのか、お詫びの品か、それこう。お詫びの品といたしまして、当店のハンドア式冷蔵庫どうぞ。え、ハンドア式、はい、何それ。これドア閉めてもちょっと開いてます。不良品だよそれ。不良品で中身腐っちゃう。いらない、いらない。あとはもうガガバチバチって死ぬやつぐらいしかない。もういらないよそれも。お前田舎のコンビニになるやつ、ね、いらないよお前。もういいよ、もうお前じゃ話にならない。ちょ、店長呼べ、店長。店長、いや店長と呼べっつったんじゃない。違うんですか。店長呼べっつってんだよ。店長呼べ。お前と喋っても時間の無駄だから呼べよ早く。ちょっと時間の無駄ってなんすか。時間の無駄は時間の無駄だろう。そんなこと言うんだったらちょっとここ押してもらっていいですか。なんなんだこういうのを時間の無駄。じゃあやんじゃねえよ。時間の無駄でも何でもない。ねえだろっつんだよお前。ああ今ちょっつったなお前な。ちょっつって下打ちしたなお前な。下鼓ですよ。何も食ってねえだろうが。レシート食ったじゃないですか。だって言うなよお前。言ったけどな、お客様は神様だぞ。店員だって仏様でしょ。聞いたことないね。お前こうなったら出るとこ出るぞ。これちょっとだよ。ボーリングだろうがカラオケだろうが行ってやろう。楽しいとこだな。
そういうとこじゃ出るとこっつったらサイなんだよ。なんでそんな常夏のリゾートに。サイパンっつってねえよお前。サイパンっつったんだよ。裁判なんてあんまりじゃないですか。謝れお前、手ついて謝れお前。この度は本当に申し訳ない。ためにじゃねえお前、いいじゃねえぞ。いや時間の無駄。Thank you.